はい、どうも、はじめました。死神牧場での、のんびり生活、第8弾です。どうも、ロガです。キラです。いないけど。いないけど。今、キラさんを待ってる状態です。入れないよ。これさ、1年目の16日秋って書いてあるけど、これ入っていい？あ、いや、うん、合ってる合ってる合ってる、それで。文字が死んでるけど。今ね、あの祭りが始まったって言ってた。もう開催されたって書いてある。入ってみるね。うん。接続中。いいよ、入っていいよ。入りな入りな。これでいいのかな。9時53分？もう入ってみっか。9時53分？9時53分？今9時30分だね。あ、参加した。キラさんが来た。キラさんが来た。来た。なんか知らんけど。頭に木が乗っ、なんだこれ、おすごい、何これ、ちょっとで、ちょっとキラさん、キラさん、どこ、あの9個だかのなんか食、なんか物を持ってこいって言われたんですよ。9個。小川さん大変だよ。なんだい。もうね、声が途切れ途切れだから、やっぱ今日ネットワークが良くないとみたい。あーね、まあまあやっていきましょうか。やっていきましょうか。2,3,4,5,6,7,8 なんかアップグレードされてる？え？アップグレードは結構されてる。した？いや、あのね、できなかった、キラさんの。あ、いいいい。で、ちょっと、キラさん来てください。あの、物さ、食べ物持ってきていいよ。この中にさ、魚、うん、魚、どうしようか。野菜でいいか。野菜、しばらく見ないうちに。いろんなものができてるね、うん、そうそうそう、一応作った。あのさ、これだっけ、キラさん、はいはい、あのここの中に、うん、あの物入れたから、うん、それあのその食べ物だけ取って。おお、っていうかね、今ベリーが5個ある。まあ1個取っとくか。あの手紙も来てる。ブラックベリーの季節だねって書いてある。これでちょっと行きましょう。もう終わったかは分かんないけど、相手は取ってない。あの食べ物だけ取ってくれれば大丈夫です。さっき、あのさっき俺が箱に置いたよって言ったやつ。うん、カマ。カマじゃない。久しぶりやるからちょっと待って。いや、カマとかいらないはずっすよ、確か。
つるはし、こんなもんでいいのかな。さっきの食べ物だけ持てば。さっきキラさんに、今あのまっすぐの線上にいます。あの右側あのここで、うん、他のプレイヤー待ってますって書いてる。あー、オッケーっす。で今スタディオバレーっていう祭りをやってるらしいんですよ。へえ。タイトル同時じゃないですか。トークン、そう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 、トークンを商品に交換しますか。トークンって何、俺持ってないよ。腕っぷしにね、キラさん、はい、ここになんか腕っぷし試せるとこあるよ。うち叩いてみなよって書いてある。ちょっと会話だけしとこう。え、力の強さゴリラって言われた、うん、はふざけんなボケ。いやいや、褒め言葉です。キラさん、ここここ、キラさん、ここにさ、ここにさ、うん、ここに立って矢印ので右に向いて、でなんか出てこない、ゲージみたいな、ウィーンみたいな。ブルドーザーって出た。あー、ブルドーザーなんだ。ゴリラより強い。これは？あ、キラさん、キラさん、下来て、下来て。いらっしゃい。どちらかの色にかけて一攫千金のチャンスを掴んでみよう。全部金すりそうだ。俺じゃあグリーンで。え、トークンって何だから。トークンってどっかで買うんじゃない。トークンないよ俺。ない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 。トークンってなんだ、トークンってなんだ。あ、ここで買える。どれどれどこ。1個50ゴールドだって。うわ、ほんとだ。どうする、買う。いや、買っていいよ。買うか。何個買う。いやいやいや、もうロガさんがやる分だけ。いや会話できないか。あ、観光客か。皆さんも買っていいよ。300円、俺300円ぐらいで買った。あっか、グリーン。あ、お祭りにはお金がいるんだね。結構いろいろあんの。おー、グリーンだ、勝利した。あ、トークン1枚増えた。これ何、これは釣りでもやってみるかい。大きいのが釣れるかもね。俺プレイしてみよう。50ゴールドで。せちがらいな。え、なんか普通の引きなんだけど、これ大きい魚じゃない絶対に。なんか特に他はないのかな。あ、これ何これ。あ、1分でなんかやれみたいなやつか。ね、ゲーム内容はね、ロガチャンネルの方を見ていただけると。これスキル、あの釣りスキルとか関係あるかな。占いもあるよ。やってみ占い。いやいやいや、トークンが必要だったらトークン買っていいからじゃあロガさんのお金使って遊べませんよ。いやいや、いいよいいよ、遊んで。俺めちゃくちゃ無駄にしちゃったから1万円以上とりあえずね、会話してる。うん、あ、釣れた魚ってさ使えないのかな。何、この釣れてる魚って使えないのかなって。おお、なんかスコア今77なんだけど、絶対これ少ないよな。本当にお祭りなんだね。うん、そう、祭りで。反応がない人は、あ、話したってことか。話したってことじゃない、もう普通に。これ話してなかった。あ、終わった。臭い。102ポイントだってスコア。うん、20% パーフェクトボーナス。あ、スタートークン144個だって。え、皆さん、はいはい、スタートークン151になった。ん、これもしかしてさ、ここで売れるんじゃない。ロガさん、ここで売れる。どれ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 、どこ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 、ここ押してみ。あ、ほんとだ。
あ、じゃあ違う、ここに並べてくれってやつ、もしかして。あのほら俺がさ言ったじゃん、あの 9個持ってきてねみたいな。あ、品評会だから、そうだそうだ、キラさんここに置こう、そこに置こう、多分ここだ。置けた。え、違う、全部置いていいよ、全部。あの星、あ、人が触ってる時触れない。あ、星ついてるやつさ中に入れて、キラさん。ブドウとか、いや俺が持ってんのはね。え、いや俺持ってきてって言ったやつ持ってきてって言ったやつ、俺が持ってきたのは。え、キラさん、キラさん、あれ、キラさんに渡さなかった俺これ、これしかない。え、なんでキラさん渡さなかったっけ俺あれ、え、渡しない、落としてはなかったと思う、多分。え、あのここに入ってるよって言わなかったっけ。あ、入ってるって言ったけど、いらないって言った。おい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 、品評会用に。あ、品評会用に。そうそうそう、もういいや、なんでもいいや、もう入れてもらっても。まあまあまあ、全部入れるわ。よし、これでいいだろう。よし、トークどうしようかな。トークめちゃくちゃあるんだよね今。来ない、何これ、すげえ品揃えだ。え、占いって占い、こう、ちょっと待って、お金いくらあんの、そこそこだなそんなないよ。うん、まあロガさんがとりあえず全部やっといて、うん、後で動画見るよ程度。だけどぶっちゃけね、50円ぐらいだよ使ってんの今。どんどん使って。ここは65だった。これ全部話したのかな。お、スタートオークン114個になった。え、なにこれ、めちゃくちゃスタートオークン溜まるんだけど。いいじゃん、なんかね、交換できんのかな。できんのかな。ピエロ、値段もだ。ピエロはなんか話しかけられない。そうそうそう、ピエロは無視してる。これ犯罪者なんじゃないの。ほらピエロってよく言うじゃん、昔から犯罪者が多いって。知らねえ。ピエロに変装してる犯罪者は多いって。やっぱね、2回話せる人がいるっぽいから。ああ、3回もあるわ。どうしようかな、いい、さっきグリーンで勝ったからオレンジにしてみるか。100かけます。ちょっと話せるだけ話さないとダメか、これ。え、グリーンやないかい。ちくしょう、ちくしょう。もう一回やってくるわ、射的。いいよ。こっちに反応したな。一般人の人は何回でも話せるのか。やべ、下手くそだ。え、なんだ。あ、ここがトーク、ここがトークンの交換場所？なんかそうっぽいかな。上にまだいたわ。これは観光客。もうやばい、下手くそ俺。結構大規模だ。え、下手くそだ、やばい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 、下手くそすぎ、うん、なんか金が減ったような気がした。34個、下手くそだ。ちくしょう、ここまでしか行けないのかな。トークン、トークン、ちょっと待って、こいつ全額使うわ俺も。199。サーディウバレー祭り。俺はこれで自分のカジノの運勢をかける。
大体そうやって人は皆過ちを繰り返す。うわあ、勝った。勝ったんだ。勝利した。398になった。持ってるな。持ってんな。これさ、換金できないなんかに。あ、待って。上か。こいつか。こいつか。あ、交換できるらしい。物と。そうそうそう。でね、そのさらに上にね、人がまだいる。ちょっと待って。ちょっと待って。800貯めていい。800貯めたい。いいよ。800貯めたい、マジで。ちょっと800貯めるわ、一旦。プレイ。ここは時間が止まってる世界かな。止まってるんだったらいい。皆さんさ、うん。あ、これトークンとかあげられないか。いや、もうね、そっちでね、固めてやった方がいいと見た。いや、ほら、トークン上げられたらさ、2人でさ、あの、稼いで、トークン。減ったら困るじゃん。いや、ロバさん、ま、どこにいるの今、釣りしてる、釣り、あのさ、インド人みたいな人いるじゃん。あ、ここね。そうそう、そこで話しかけると釣りさせられる。あ、だからいないのか。そう、いない、だから。多分そのテントの中にいるっぽい、俺。とりあえずもう金ガンガンに使って、ちょっと今欲しいのあった俺、ちょっと売り場に、さっきあのトークンと交換できる場所で800貯めたい一旦。あ、交換しますかって出るのか。見れないのか。え、はいにしみ見れる、見れる。800でさ、レアなカカシない？レアなカカシ、そう、それが欲しい。え、ちょ何？ 800 じゃ足りないよ。なんで？全種類集めよう、全8種。あ？どういうこと？え？どういうことは？全8個中の1個目って書いてあるから。どういうこと？全8個中の1個目ってどういうこと？その味を引き合わせ、全部難しい。いや、まだ下があった。マジですか。パーフェクト釣り結構したから。おお、396。稼いだ。全部集めよう。全部集めようって書いてあるけど、特に効果は分かんないんだ。射的。レアなカカシね。全8種。どこに釣りやってんのか今。いや、今ね、スリングやってる。スリング？うん。これかな、もしかして。いなくなるんだな。そう、店屋に入るとね、いなくなるっぽい。あれか、スタートークを1個50、ん？トークンは金で売ってんのか。売ってるけど高いんじゃなかったっけ。なるほどね。51個でしょ。1個、なかなかだね。ボロ儲けだよ。俺らは野菜は売れてないのか。いや、多分品評会だから見るんじゃないの。あ、そういうこと。お、横の野菜とかがなんかすごすぎて、チーズとか。ちょっと900、884だけど、あるかどうか見てみよう。いや、ここ買えるっぽいぞ。8種類あるけどね。え、だからこれまだ1個目ってことでしょ。そうそうそう。だから多分今後なんかのスタディーバレーで、またスタディーバレー祭りでレアなカカシあるってことよ。もうね、通信がやばすぎて声がもう途切れてます。あ、そうなんだ。もう祝日だからね、今日は。レアなカカシだけ買おう。レアなカカシ買います。スタードロップってなんだこれ。すげえな、スタードロップ。フェドーラ帽子。カカシ8個集めればいいの。
レアなかかし買った。掲げてみ。え、ここげられないの、ここってもの。まあ後でいいか。てかじゃあ俺らも楽しんだっぽいから、てかキラさん一回やってみて。何を。あのさ、ここでさ、ここにさ話しかけて、この女。でスリング大会みたいになるから、スリング。え、何これ。それ何これ、打つみたいなやつよ。あ、引いてんのか。そう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 。 FPS 力が試される。そうそうそう、 FPS 力が試される。今のうち俺話しかけとくわ人に。ゲームのテント全部回っちゃった。次何しようかな。うん、俺も全部回っちゃった気がするわ。ピエルは展示のためにすぐ。横に出てきてんのはなんだろう。キャラ動かせないもんね。キャラ動か、いや右は見れる。え、俺動かない。え、動かないよ。動く動く。コントローラーじゃダメなのか。え、普通に動くぞ。俺は動かなかった。ギュッてやってるけど動かない。占いの館ってどこにあった？占い右下。あ、これか。やってみるか。この水晶にあなたの未来が映し出されます。え、スタートークン124個手に入れたけど。ビジョン。おお、ビーチにいるあなたの姿が見えました。何かのイベントのようですね。あなたはロビンさんの隣 で、 でも足りないの。何やら楽しく話してるようです。ふむ、二人の仲はいいようですね。年を取って夕暮れ時に街を歩く、あなたの姿が見えます。窓のそばで足を止め、その向こうで家族が夕食を食べているのを眺めています。あなたは頭をかしげてから、何？え、どういうこと？あら、あなたは何か恐るべきものと戦っているようですね。ですがあなたはその闇の存在と戦う覚悟ができているみたいです。ああ、炎症玉の輝きが失われました。若者よ、私が見てやれるのはこれまでです。未来は完全に決まったわけではない。ないことを心に留めておくのです。あなたがそう望めば、今私が伝えた未来を変えることはできるのです。ごきげんよう。は？マジ？俺の子。やめろ。あれ？さっきさ、この人上に残った？いや、ここいたよ。いや、違う、この人の顔見てね。この人の顔見たね。こっち来て。あれ、ちょっけ。あれ、あ、違うわ、顔が違かったわよ。なんか紫色だったが同じかと思ったわ、はい、じゃあ一回、じゃあ、あ、それか、あれ釣りもやってみます。え、ここ上行った。え、どこ上って、なんかあったの、そこ。人がいる。あ、ほんとだ。何やってんのこれ。観光客、ウップバーベキューサンドイッチもう食べれないよ、お腹いっぱいだ。バーベキューサンドイッチ食いてんだけど俺。え、キラさん、キラさん来てくれ、上に来てくれ、頼む、上に来てくれ。ちょっと来てくれ、ちょっと来てくれ。ここのさ、ここ押して、ここ押して、ここクリックみたいな。食べられた。これ無料だな。何食べられたのじゃ。無料だこれ。ほら。まあいくら食ってもあれだけど。すげえな、これ持って帰りてえな、棚ごと。そうそう、だから持って帰りてえなって。え、このハンバーガー無限にも回収できないかな。え、それってアイテムにないでしょ。アイテムない。確認できないもんな。あ、いや、ないな。 E ボタン押したらなかった。ないね。そう。いや、マジか。ちょっと頼むよ。なんとかしてくれよ。この装置作ってくれ。作れそうだよね、ワンちゃん。うん。そしたら。ジュル、うん、このバーベキューソースものすごい美味しい。ハンバーガー食べてえな、俺も久しぶりに。あ、買ってきて。買ってくる。てか、なんだったら俺が作ってもいいわ。 あ、そっちがまずそうだ。じゃあ話しかけるか。もう話しかけた、いろんな人に。え、ほら、ここの人に。え、村長に話しかけて始めるかいって、品評会を。いいよ、多分ね、
それロガさんしか始められない。あ、じゃあオッケーオッケー。今始めたっぽい俺。今動いてったよこの人。品評会始めるっつって。俺らのところさ結構あれだね、なんかあんまり良くない。いやいや、中身でしょうが。品評会俺らのとこ良くないって言われそうだな。だけどこれ見てよ、俺ら今取れないものをここに置いてるから、ね、今取れないもの。地図できえんだけど。地図できえよ、ね、進行妨害してるから進んでない。そういうこと、これ進行妨害できるんだ。あ、今ので評価下がった。あー評価下がってるよ。あ、始まった。品評会出しなしなの、評価が下がっ、えあ、下されましたか、下がりましたと思った今。どうなってんのこれ。下されました、ルイス。結果を聞きましょう。結果は、結果聞いた今。それではロガ70点で君が3位のようだ。は3位かよ。あ、トーク200を送ろう。あ、それで展示したものは片付けることを忘れずに。あ、片付けられるんだやっぱ。やっぱだけど持ってきた方が良かったな、やっちゃったな。あ、最高のものを。そうそうそう、最高のものキラさんに渡そうとしたんだよ俺。まあまあ1年目だからね。まあまあまあ俺ら1年目だからまだ新参者だから。このトークン、ちょっとトークン最後かけようとしていい、全額。いいよいいよ、全額ベットしていい。ここ違かったわ、ここ違う、ここ違う、こいつグリーン使うんだ。うん、ここでね使えるっぽい。334、え、33、あれってなる、あれ、え、なんか打てない、ん、なんで出ない。もしかしてもうイベント終わり、あれ、これトーク持ってるよな。334、うん、書いてある画面に。え、どういうこと、これ金か、なんでなんかできないんだけど。俺さっきどうやって書けたっけ、普通に俺クリック打ったんだよな。え、ちょっと待って、え、書けられるよ、もう一回やめてグリーンにして。いや、かけられるんですけど数字が打てないんですよね、キーボードで。うん、さっき打てたんですよ、さっき。あれ、もういいや、じゃあ300までちょっとクリックしますわ。長いぞこのクリック。高橋名人だったらもうすごいよ今。どうしようかな。待って、高橋名人張りにやるか。さすがにこれじゃ何も買えないか。500か。334が長いな。俺のキーボードじゃなくて俺のマウスいかれそう。連打連打、左クリックがいかれそう。え、なんかあれ反応しなくなってる。あ、オッケーオッケーオッケー。さっきからねOBS が死んでるっぽいんだよね。さあどうなるかな。あ、勝った。ちょっと合わせるのが難しい。668になった。なんか買うか、つぎ込みますか、なんか買うか。あー、ほんとだ、自分で入れんのこれ。え、さっきね、めんどくさ、何百かかけてたんだよ。おしっぱでいけんじゃん。え、おしっぱでいける。うん、今おしっぱで全額いけた。おい、ふざけんなよ、おしっぱでいけんのかい。負けた。何かけた。全部かけた。何かけたの。グリーン。え、おしっぽ無理だよやっぱ俺。
俺は無理っぽい。全額吸ったよ。まあパチンコは向いてないってことっすよ。え、てかやっぱりさ、なんかキーボード、あれキーボードいけたよな。声が途切れてる。ネットワークやばいのか。もう誰とも話せないしね。あれ？マジでキーボードいけた気がするんだけどな。でもこれがこのゲームのタイトルとなってるお祭りですね。そう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 。そりゃこのイベント見とかんとな。あ、観光客か。そうそう、だからキラさん呼ばないとやべえ。そうそうそう、ちょっとね、僕が忙しかったもんね、なかなかこの世界に入れなくて。そうそうそう、どうなんずっと DMZ 入ってたから。DMZ 入ってないやろその前もう。え、入ってんの逆に。なんかね、入ってこれないですよ、サーバー落ちて。ああ、武器だけが減ってあと2丁しかない。サーバー落ちするとね、持ち物全部なくなるんです。そうだよ、俺キラさんと一緒にやった時、俺サバ落ちして、俺、うん、そうなったもん。あれ本当どうにかして俺のさ、ヘリに乗ってもね、落ちるとねなくなるんです。俺のマウス行かれそうもん。終わった？違う、668もかけなきゃいけないから長いんすよ。え、だって長押しで終わるでしょ一瞬で。できなかったもん俺。コントローラーだけ。あれだよ、左右の矢印あんじゃん。うん、矢印あるね。あれをボタン、決定ボタンただ押してるだけ。コントローラーでも行きました？俺コントローラーしか使ってない。え、コントローラー、エンターキーかスペースキー長押しでダーってなんない？え、あー、くれ、ちょっと待って待って、変なこと、違う、なんなかった、なんなかった。あー、全額かけてたら勝った、もっと。え、何、どうなったの？え、勝ったけど1000超えてんじゃん。そう、勝ったけどだったよ。え、キラさんさ、コントローラーだと全額どうやってかけた？コントローラーで全額。え、矢印を右側をただずっと押しっぱなしでバーって入るから。入んない入んない入んない。ここら辺がちょっとよくわからんな。こっちからだと話しかけられないのか。やっぱ無理だ。てかこのお祭りもう終わりなの？もう何もすることないっすよ、あとは。ハンバーガーだけ食っとこうか。え？あー、今俺が食ったのかと思った今。これなんで数字打ちなくなったんだよ急に。秋祭り的なやつかな。収穫祭ですな。収穫祭なんだけどさ、え、これなんで俺急に打てなくなったんだ。さっきさ数字打てたんよ。まあまあ PC ゲーですからなんか不具合があるのか。できた、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 できた。1086、グリーンにかけました。はい、全額かけて、はい、失敗しろ。あった。あ、でも金減る。いやさ、はい、見てよ数字俺の。あ、倍に増えた。2000円になるんだよ。何これ、カカシ買ってきな。え、カカシ買ったんだよもう。買ったもん、カカシは。何あと買う？何買う？あと出たらどうなんの？あ、待ってるんだって。出れるんだこれ、やっぱ。一応今さ、キラさんさ、キラさんにトーク渡せないのこれ。キラさんにトークンって渡せないのか。もうね、声が途切れてて読めない。
なんかね、外に出れるようにはなってる。あ、出れんの？これ出ていいもんなの？待ってますって言われたよ。え、真夜中なんだけども。10時か。ねえねえ、これさ、ダメじゃねえ？これってさ、ね、カブーでしょ、これ。それって効果は同じなの？効果は。あと、キラさん見て見て見て。見て、俺の。見て、帽子。あ、帽子か。買った。なんか麦わら帽子の方がいいな。こじゃれてんじゃん。こじゃれてる。で、喋ってるうちにもう11時になる。てか、これさ、カブーだよね。スプリンクラーがちゃんとある。これカブーだよね、これ。あの。あって、あれじゃないの？どこ？あれ、ジブリの。オズの魔法使いのあれじゃない？え、違う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 。あの、一番似てんのあれだよ。あの、なんだっけ？あの、ほら。ハウルの動く城。ジブリじゃなかったわ。今ね、ハウしか聞こえなかったけど、なんとなく察した。うん、ハウルの動く城っすね。やばい、もう12時になる。帰ろう帰ろう。これどこに置こうかな。なんか俺の部屋もっと狭くなったんだけど。え、もともとだよ。もともとで言うな。もともとな気がするけどな。見えてるっつ。もともとだよ。あっぶね。草切るとこだった今。ブルブルしてる、ブルブルしてる。こいつまた寝てねえのか。ね、こうやって金なくなったんだな。違う違う違う、そんなわけないでしょ。やっぱ今日回線がやばいね。やばい？うん。ディスコードが多分聞こえてない。あー、それはもうドンマイです、うん。うん。今ねやっと聞こえたぐらいで、さっきのなんか長い会話になると全然途切れてる。あー、長い会話だとか。わかんないよ。昼前でこれか、なかなかだな。どうします？これでじゃあ洞窟探索でも行きます？あ、ちょっとね、ちょっとだけね、僕席を外さなきゃなんなくなったんですよ。あ、じゃあちょっとだけね。あ、ちょっと一瞬だけ、ちょっとね、うん、犬に水やって、うん、ちょっとね、ちょっとね、ベッドで待機して一回ここにいますんで。うんうん。ちょっとなんかしてていいよ。OK。うい。これじゃあ。しようかな。じゃあじゃあこれどうしようか。置いてくるかじゃん。おお、乗ってるじゃん。品評会に出すやつだった予定だったやつだけど、まあまあまあ、まあ、乗ってるじゃん。ナス。なってる。結構いいね。やば、この剣の量やべえな。皆さんに選ばせるか。
戻ってまいりました。あとキラさん、はいはい、ちょっとさ、あなたにね見せたいものがあるんですわ。ほいほい。俺の目の前にさ、ある箱あるじゃないですか。うん、あのここのやつもし欲しかったらあげるよ。何これ、剣とか、あとブーツとか。骨の剣って、そう、なんかちょっと待って、一回装備してみますか。洞窟探索しすぎたから結構ある。周りを照らしてくれるのと、相手も広い範囲がちょっと広がる、広くなる。あ、ナスできてるからナス取るね、俺収穫。うん、どれがいいんだろう。レベル4の探検、レベル5の剣の方がいいのか。いや、攻撃力で判断してもいいと思うよ、攻撃力とかで。ツンドラブーツ、これ同じか。持ってね、これでいいかな。あとね、キラさんにあの洞窟探索で、うん、あのやってほしいのがあるんすよ。何？あのね、結構な階層まで行っちゃったんすよ。うん、洞窟探索。うん、だから洞窟探索行きましょう。いいよ。あれ、これいらなかったんすか？うん、持ってた。あ、持ってました。オッケーっす。じゃあ体力回復何がいい？体力回復っすか？え、俺の、あ、エネルギー回復。ここにありますよ、ここ。この中に。ちょっと待ってくださいね。ひらめ？キヤさん。どうしようかな。皆さん、ここにここ来てもらっていいですか、俺の。これ使えねえな。あ、これか。俺のここ来てもらっていいですか。ほいほい。ここに一応、ここに魚置いたんで、そのナマコはガチで瀕死の時に食ってください。ナマコも取るの？そう、スーパーナマコ。スーパーナマコって。これ、ちょっと見てもらえば分かるんですけど、エナジーが225回復して、体力も101回復するんですよ。へぇ。これガチで、瀕死状態の時に食うともう全回復です。行きましょう。じゃあ、洞窟探索。もう昼過ぎてる。2時だよ。大丈夫ですよ。一旦、キラさんの、アイテムだけ回収しただけです。あと、俺、大丈夫です。負けないんで、もう敵に。どんだけやってんの？あの剣強いっす、僕の。なんかこう傘って動いたのはなんかあんのかな。ないんす、なんかあるんすかね、わかんねえ。ね、あともう少しで秋終わる。あ、取られた、こいつに。今ここにあったもの、畜生。あれ、こいつ珍しい。何してんの。なんかこの人なんか貯水っす、なんかなんかあんま見ない人たちが結構いるな。あとキラさんさ、今さ、うん、聞きたいんだけど、キラさんって何階層まで行ったことある？うん、全然覚えてない。40階層行ったことある？うん、行ってないと思う。じゃ40階層行ってみましょう。何階？40。ここになんか、これ踏破したのも。宝箱あります？ない、ない。じゃあもう一回エレベーター登って50行きましょう。50はない。これ降りてこないとダメなの？じゃあ60ない。じゃあ70あった。あるんだ、パチンコ。あの、多分マスターパチンコじゃないです。あ、本当だ。それが多分あのいいやつですね、パチンコでも。あと80回数でいきましょう。
やってるな。あった。はい、入れてください。何これ。多分ブーツっすよね。あー、ブーツだ。そう、今俺つけてるあの防火ブーツってやつ、多分一番いいやつっすね、今履いてるやつで。おい、もう5時か。で、一応ちょっと85個5層から90階層まで行きますよ、一旦。なんかあるね。あの、ここって金取れるんですよ、金。この赤いやつは別にあれじゃないのか。赤いやつも一応なんかね、金取れるっぽいんですけど。あ、キラさん、ここに出た、あれ道。行くぞ。行きましょう。あと、ここのモンスター、ちょっと気をつけてくださいね。あれか。なんか、あの、回復するやつとか いるんですよね。怖っ。来た。こう引っかかってんだけど。あの、ほら、ダイヤっす、これ多分。確かダイヤの原石っすね。あ、これ?どうっす。確かね、俺の記憶、あ、やっぱりダイヤモンドでした。あ、キラさん出ました。お、行く行く。なんかありました、そっち。金やったら金欲しいっす。あ、奥になんかある。あ、金ありましたね。オッケーっす。行きましょう。めっちゃお昼のチャイム鳴ってる。聞こえないです、こっちの方は。なんかね、OBS の画面固まってるから、撮れてない可能性もある。あー、まあ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 。まあまあまあ。あ、ちょっとやばいのいますね。何あれ?あれ?何あれ?ビーム飛ば、あの、回復だってビーム飛ばすんですよ、こうやって。あいつゴリ押さないと多分ダメなんですよね。そうそうそう、ゴリ押せば結構。本格的だな。だけど結構ここ金取れるんで、ぶっちゃけた話、いいんすよ。ここで死んだのか。そうそう、ここら辺で何回か死んでる。面目ねえ話です。え、これ硬くない？あ、出るときと出ないときあんのか。あ、キラさん下がった、それやばい、やばいやばい、痛い痛い痛い、超痛い。ダメ。結構食らうな、これは。死ぬわ。あのナマコ以外も渡してるんで、ナマコ以外食ってくださいね、やばかったら。まだ大丈夫かな。でも一気に減ったね。そうそうそう、結構。これ、どうしようかな。横、崩せばいける。敵が出た。オッケーオッケー。あれ何、キノコみたいな。え、あれっすよ、ほら、よくさ、家のさ、どころで生えてるやつなの、家の横に。すぐ横に敵がいるな。やべ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 、キラさん、キラさん下がって。危ねえ。キラさん食ってくださいね、食べ物は。どうやって食うんだっけ。普通にクリックで食え。あ、これか。多分結構回復すると思う、それで。体力やばいんだけど。普通にここ死ぬね。そうそうそう。そんな恐ろしい。だから防御も欲しいんすよね。防御系のやつも。ちょっとロガさんが鍛えてもらう。敵だ、なんかいる。あ、キラさん指輪出た。待って、あっちね、ダイヤモンドと金があるけど敵がいる。いる？オッケーっす。うん、なんかね、今戻ってきてる。え、何これ。あ、逃げて逃げて。上にいる。あ、出たね。あれあれ、これ何？こいつね、やばいんすよ、こいつ。こいつやばい、キラさん。あっぶねー。
物持てます？今ん持てるよ多分。これなんだっけ。ん取れた。アクアマリン。じゃあ行きますか。これちゃんと持っとかんとやばいぞ。やばい、もう12時だから一回下降りましょう。もうあここなんで、ここなんで宝箱開けて、あ、ホッケンですね。戻ろう戻ろう、戻りましょう戻りましょう。結構下の階層強いっすよね。すごいよな。結構下の階層って強いっすよね、こう考えると。これは死ぬわって今思った。そうそう、マジでね。あれ、それに2人だって結構いいんすけど、一人だとマジでやばい。焦る焦る焦る。初め聞いた時は2回も死んで何やってんの。そうそうそう、そうそう、何やってんのって感じじゃないですか絶対。思ったけどそりゃ死ぬわなと思った。ここでも死ぬしね。何、鳥鳥、今なんか鳥が、黒い鳥が飛んでた。パラスっすねそれ。怖っ。寝た寝た。夜見るともう悪魔だよ。あ、農業3000円っすね。やってますね。 OK。 いいね。そりゃ、あ、なんだこれ。見てよ、スプリンクラーちゃんとほら作動してるんすよ。ほらこうやって濡れてる。うん、ここ濡れてないっぽく見えるのは気のせいか。気のせい、濡れてる、気のせい、濡れてる濡れてる。で、さっきゲットしたやつ、うん、結構強いっすよ剣。うん、あの今俺が使ってる剣あるんすけど、騎士の剣っていう、うん、鳥より強い攻撃力が。あ、そうか、ここにアイテム入れとくか、いつものごとく。他のとこに入れてもあれだから。あ、そうそうそう、俺キラさんのやつ一応区別はしてる。うん、もうここに置いとくから、後で見といて、俺いないときに。空気がこれ、キラさん見て。はいはい、何それ兜。何そんなのあんの。なんか出た、あのさっきなんかモンスター倒した時に出たっぽい。あ、ちょっと待ってね。いや、水入れただけ。熱が変わりそう。ワンちゃんどこにいんだ。すいません、戻りました。樹液を見てきました。樹液さ、なんかさ、なんか木おかしいなやつない？一個。え、そう？パッと見なんかなかったけど。ちょっとさ、ほら、これここできてるよ。キラさん、下に来てくんない？あ、行く行く。あの、その木の樹液のある場所。あ、そっちか。ちょっと待って、なんか音がする。これ、うん、何これ、これなんだろうと思って。なんなのこれ、わかんない、まあ、これほっといていいのかな。ってなんかここに、いきなり岩できた。ここになんかあった、もともと。ないない、多分。なんだろうと思って、だから、ストーンサークルができたの。急におかしなこともあるもんだぜと。もうそんだけ持ってりゃ勝てるでしょ。いきますか、じゃあ行きましょう。じゃあ金欲しいんで。あ、待って、俺ぶっちゃけちょっと物置いてきます一旦。いいよ。
さっき軽く戦死しそうになった。そうそうそう、やばいよねやっぱ。お、なんだこれ、鳥がいる。これ彼彼彼彼、これパチンコがあるとやれるのか。そう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 、パチンコでやれるやれる。え、マスターマスターマスターは、いや持ってきてない。マスター使わないと思ったから。マスターめっちゃ目の前いるよ。ちょっと待って、俺まだ俺あれよ、今まだあれやってるよ。何やってんの今、物置いてた。まだいるよ。え、マスターパチンコ持ってないですか？ 6 はいるよ。え、マスターパチンコ持ってないですか？持ってない持ってない。あ、なんだ持ってたらほら撃てたのになと思って。そんなかわいそうなことできない。え、鳥ってなんすか、小鳥っすか、なんだろうね。キラさんどこにいるのかわかんないけど蹴散らして。ああ、いたんだ。なんかあれ、そっちじゃ見えないのか。なんか見えてなかったっぽいぞ俺は。あれ、でもねこっちは逃げた。てかちょっとさあ、まだか。いや、なんか防具とかあんのかなと思って。ああ、90回戦来ました。お、ん、これか、なんか宝箱みたいなのある。壊した。あ、宝箱じゃなかった。あ、待って、こいつ痛い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 、クソほど痛い。なんかいるな。一応モサやった。とモサいるかどうかちょっと見てくるわ。まだほいほい、上は何もない。モサいないね。じゃあ掘るのかこれ。赤いやつもね、掘るとね、金出るんですよね、たまに。出ませんね。結構、書店の方にね、あったりするんですよ、こういうところに。道が。さすが洞窟ハンター。ほら、やっぱり、ほら、あったあったあった、ほら。本当だ。これ手間取らせるんですよね。モンスターいる感じ？あ、いるな。なんか聞こえたな。あ、来てる来てる、目の前。OK。あ、下にありますね、もう。別荘が。あぶね。あ、今のあれジオードっすね。ジオード、これ何、おお、なんだこれ、ビビったマジでびっくりしたマジでびっくりした。スローじゃないな、敵がいる。え、さっきの火っすか。あ、違わない。マジでね、舐めてもらって困りますよこいつら。やっぱ減る量も早くなったな、エナジーが。あ、出た。あ、出た。オッケー。ちょっと待ってね、食べ物食べていい？うん、いいよ。はい、入ってね、すぐ下の階段はあるけど鉱物があるっぽい。あー、ほんとだ。ちょっと掘ってきますか、じゃあ。金とか、そういう、なんか、やつだけいいっすよ。あ、ないか。
あーやばいやついる。あ、ほんとだ。進めねえし。なんかそっちありました？ないない。よし、じゃあ行きましょう。あ、下の方行きましょう。行ったんじゃなかったっけ。ないよね。あ、ないね。オッケーっす、オッケーっす。あ、90階層？95階層か。あ、キラさん、俺遅くなった。ごめん。あれって火吐くやつだっけ？いや、違う、なんか。上にも敵いるんで食べ回したかな。え、ふくエネルギーだいぶ減ってきたな。あ、くっつく、いいっすよ。うわーい。あ、出たね。ちょっと上の方見てきます。上か。たまに100ダメージ出ますね。上キラさんと俺の剣。そうなん。さっき100って出てました。クリティカル当たってるんですね、多分。あ、もうありますね。地味に昔の難しいゲームだよね。そうだね。なんかモンスターがいる。え？イエティっぽい。ちょっと待ってね。魚食べまーす。これあれっすよ。なんか硬いやつっすよ。ちょっと行けますか。じゃあなさそうか。宝石類。あ、この奥行けないな。でもないか。あ、ないね。行けますか。次の階層。敵。危ない危ない危ない。ダメージが痛い。地味つか結構食らう。うん、食らうね。出るか。わ、いる。あっぶねー。これはダイヤかな。違うな、アクアマリンか。右下に敵か。ルビー骨って何に使えるんだろうな。こっちの先に敵がいるけど。うわ、炎だ。なんだな。まただ。びっくりした。あの炎のやつっす、ま、あ、コウモリ来たっすね、どっかから。こっち先見えないからちょっと見てきます。敵がいる。OK、 大丈夫かな。あとは下の階層見つけるだけですね。あ、上からコウモリ。オッケーです、オッケーです。待って、なんだこいつ横向いたんだ。オッケーオッケー。下の階層見つからなかったら 一応帰ります。12時ぐらいになったら帰りますか。あ、見つかりました。やば、死ぬ。あっぶねえ。コウモリが来た。あ、やばい、俺死ぬからちょっと回復します。ちょっと待って。あ、出てるね。左に敵。コウモリ。ん、皆さん下行きましょう。あ、でももう下行きましょう。下にダイヤあるけど、もう帰ろう帰ろう。下行く？いや、下行きましょう。あの、いや、これだってもう1階層だけなんで。いや、もう1階層だけだからさすがに見つけたいくないっすか、これ。いやこれっていける？いや、下行ってください。もう、あ、もう10になったな。いや、これ死ぬかも。ロガさんがなんで死んだかよく分かって。あ、出た出た、行きます。食らった。開けた。スタードロップ。え、何
当に早く帰らせてくれ。そんなどうでもいい。なになになに帰れない。え、あ、エナジーが最大ゲージが上昇しました。だって死ぬかも。あ、エナジー伸びてるわ。え、スタードロップってそういうやつなの？わかんない。え、じゃあさっきさ2000円で売ってたぞ。キラさんさっきそれよりも、え、さっきさあのさあれあったじゃん、スタディバレー祭り。あったね。あの時売ってた。売ってたね。え、そういう能力だったのこれ。え、あれって何？能力値を上げるってこと？え、だから E ゲージ上がってません？あの体力と同じぐらいだったんですけど E ゲージ上がってますね。やべ、あと20分。あぶねえ、2時まで。オッケー。これは死ぬわ。どうしようかな。攻撃ダメージを 10% 増加する。クリティカルヒットの発生が 50% 上がる。どうしよう。戦士かな、やっぱ俺は。出てるらしい。俺は戦士だ。ナスなってないか。あ、なんか手紙来てるよ。カボチャを一ついただいたの。もうすぐスピリットイブだから娘と一緒にジャックオーランタンを作ろうと思うんです。え、スプリットイブってことはなんか、あれ、もしかしてなんかある？俺らいいです、もしかしてなんかある？相手も置けなくなってきた。食いもんどこだ？食いもんは右っすよ。何ですか？なかったっすか、食いもの？いや、そろそろ食いもんがなかったんで。いいっすよ、取って。ベリーでいいか。誰がそんな取れっつった？そんな取ったんすか？どうします？待って、魔物から取れたやつはここに置いて。これ水やらなくていいのはいいな。そう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 。だから増やしてもいいっすね、もっと。そうね。まあ、カカシはこれ以上ないぐらい置いた方がいいと思うけど。そうだね。これはね、被害が。それはね、思うわ。常に減ってるから、うっこ前は寝てた方がいいのか。アクアマリンってこれなんだろうな。鉱物か。さ、冒険者レベル上げたらさ、あの骨のこ、あの破片って何に使うんだろうと思ってるんですよね、今まだ。骨シリーズ。そう、骨シリーズは。これちょっと、ここに置こう。ここら辺、見えない。あるから、いや、そうでもないか。ちゃんと減らされてるか。もっと落としてんのそれか。行ってみますか。行きますか。てか E ゲージ伸びてますね。そうなの？全然。え、290何歩だったはずなんですけど304になってる。あれを大量摂取で改造人間になる。そう、それしかない。これってもともとスローライフじゃなかった？スローライフっすよ。スローライフじゃないですか。魔物退治して結構だって農業して、だって初手で死んだもんね。初手で死んでるぐらい。なんだったらキラさん1日目で即死したからな、ま、道に迷って。びっくりしたよ。フォールアウトより難しかった。ここってちょうど100階層なんだ。こんなんだっけ。なんかさ、これってさ、なんか釣れる？ここもしかして。ありえる。ありえるよな。今度釣りしよう。ここで100赤いけど、あれどういうこと？わかんない。101になった、さらっと。魔物いるからね、目の前いっぱいいるね、これ。あ、待って、珍しいのあるね。緑色のやつあるわ。
痛い下がって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 、キラさんやばい時はもう下がって。 PC 版のさ、うん、コントローラーってさ、なんか入力してる時って動きを受け付けなくなるんだよね。よく何のゲームでもこれに限らず、みんなどんどん遅延っぽくなるんだよね。遅い。あ、ここあれだ、モンスター討伐しなきゃダメな場所。マジか、この体力のない時に。皆さん下がってね。やばい時は下がってね。もうアーマー欲しい。つかなんか難易度高い。あ、待って、魚置いてきちゃった全部。やべ、どうしよう、HP なくなってきた。一旦帰ってもいいかな。先読みアクションみたいな。この男女の難易度もうちょっと緩くしてほしい。あ、この階層いける。ブスだ。いて、死ぬ。あ、死ぬ。あっぷねー。ケイさん、帰るわ俺。一旦帰るわ俺。帰るか。帰るわ俺。一旦。ちょっとね、無理。俺無理だ。冒険者ギルドで寄っていい？たった以下って別に行かなくてもいいんじゃない？無理に。あれ、オープン2時か。メラルト、ここら辺なんか、そう、ここさ、そっちの奥鉱石あんだよね、ほら。え、何今の。つかさ、なんだい、あの下水道も行ってないでしょ、下の。ないね。あれ行ってみる？いや、だからあの、ほら、影が必要だって言われて、ギュンタ。なんかいるって言ってたな、それ。ギュ、あ、2時になった。新しい剣はいらないかいって言われてる。いや、俺らの剣の方が強いね、断然。あー、ファルシオンっていうの強えわ。あーねー、あ、これガードしてんのか、もしかして。この剣くれー。え、ルビーの、あーねー、なんかさ、防御系のやつってな、他にあんのかなと思ったんだけど、靴以外に。会話がモンハンだよ。ないっすね、靴以外は。これ何なんだろう、このなんかさ、この聖剣みたいに何なんだろう、このこの聖剣みたい。特にないんでしょ。ないね。パルシオン骨の剣6000円するっぽいっすよ。俺キラさんにあげようかっつったやつ。普通に俺なんだよな、騎士の剣より高いのか。あ、そっか、ダメージも高いからか。防具何も売ってなかった。防具、俺だってぶっちゃけさ、これさ、服さ、これさ、脱げるってことはさあるよね、絶対に防護服みたいな。俺普段着では戦ってるからね。俺なんて頭甲冑だからな。おかしいでしょ、それは。蔵はな、あれ、あれだもん。だってこれ空気に触れるように、え、あ、空気が流れるように全面顔面部を露出しているって書いてあるよ。じゃあ別に頭顔面守ってないっすね、これ。でも殴られたら痛くないんじゃない。わかんないよ、顔面殴られたら痛いよ。他になんかないのかね。じゃあちょっと午後暇だから、はい、うん、ちょっとなんか作れるかどうか見てみますか。いいよ、めっちゃなんか金作る。手慣れた職人がいる。手慣れた職人ではないよ。今鉄鉱石の延べ棒が
23個あるんですよ、延べ棒が。で、金の延べ棒が10個あるんですよ。で、これがあるから、あれが作れるんですよ。どこだ？今のうちね、どこ？あ、そう、これだ。あの、鉄の延べ棒1個と、金の延べ棒1個と、精錬クリスタル1個で、スプリンクラーあるじゃないですか、これ。スプリンクラーって4つじゃないですか。おう。今、4個できるんですよ、今。4枠。で、これが8枠になるんですよ。ここ、ほら、ここに余った隙間あるじゃないですか。ここに、1個。だから8マスになるんですよ。だから、どうしようかなって、これ作った方がいいかなって。いいじゃん。とにかくね、水やらなくていいのはすごい助かる。そう。めちゃくちゃいいんですよ。だから、ボーッと落としての上か。そう。俺か。ちょっとさ、次のさ、ちょっと釣り道具持ってっていい？いいよ。あそこ釣れるか、ちょっと釣れるかどうかやってみたい。壊されたりして。あ、ワンチャンね。ありえそう。バキーとか言って。いや、燃えるでしょ。え、あれ、マグマなのかな？やっぱり。あれ、マグマでしょ、どう見ても。わかんないよ。マグマじゃないかもしれない。魚、俺持ってってなかったから、魚持ってこう。雨の中、炉が燃えてるわ。まあ。結構このマップの中にいる音って完全に拾うからね、音全部拾うね。そう、どんなに遠くにいても。そうよ。これがちょっとびっくりするんだよ。無理しないでくれよ。でも今日から楽しみですね。何がすか？スチームのセールが始まって。あー、そういうことね。そう。1回目のセールで俺破産しそうなんだけど。あ、てか、どうします？ここにある回復アイテムって使っていいやつなの？どうぞって感じ。ここはそもそも回復アイテムのとこなの？ここが一応今、食用にしてる場所っすね、全部。ブドウ取っていい？全部取っていいっすよ、大体が。もうね、あと赤ベリー1個しかないか。緊急用のナマコぐらい。一応ここが、何？キノコ入れないでください、キラさん。これ、即死なんで、これ。これ入れたっけ、キノコ。キラさん、赤キノコ入ってました、今。これ、即死キノコです。ダメです、こんなの食っちゃ。キラさん、バッチリっすよ、こんなの。あれ？待って。紫キノコってやつさ、めちゃくちゃさ、回復いいんだけど。スーパーナマコと同じぐらいいいかもってぐらい。あ、入ってるわ、キノコ。耳にもう10時半か。早っ。気づかないな。気づかないうちに死ぬことあるから。骨と。あ、アンズだけか。へえ、結構。てか、HP だったブルブル言ってたの。俺の。っていうか、ちょっと話してるだけで死の危険がある。ウィザードリーより立ち悪い。よし、じゃあ寝ますか。寝てるよ。はい、寝た。どうする？ダンジョン行く？あ、とか釣りに行くんだっけ。いや、ダンジョン。ダンジョンの中で釣りしよう。ダンジョンの中で釣りしようって言い方もやばいけど、とりあえず持ってく。なんか焼いた方がいいやつあるかな。鉱石じゃなくて銅鉱石焼くか。練習用かな。こっちの宝箱にも素材入れてるから見ていいよ。あ、そういえば入り中。あ、そっか。キラさんそっちに入れてんだ。そう。おかしなパンって何これ。もらったんすか。わかんない。なんかできたよ。よいしょ。待ってね。
本当だ、おかしなパンって書いてある。なんかに多分もらったんですかね、お母さんが誰かに。どこだけ工房だ、野ざらしだけ、野ざらしの子。よし行きますか。おーい、持ちました？ん？取った取った。あ、オッケーです、オッケーです。まあここら辺に生えてるワンちゃんやつも取っていきますか。本当リラックスすると椅子に座るからマイクからすげえ遠くなる。まあ別だけ俺の方では聞こえてるんで大丈夫ですよ。動かせないのかな、動いてないようだって俺。どこ行く？これも壊せないか。100階層行きましょう。え、何回って言った？100階層途切れて聞こえなかった。100です。あ、100ね。うん。あ、釣れるんだ。いや、引っかからない、何もだよね。あ、ゴミ？ふざけんな。ゴミ？何そのオリハルコンみたいな釣り。え、何オリハルコンみたいな釣りってない。いや、ゴミしか釣れないかも。そりゃそうでしょうね。それ釣り上げた時にさ、なんか赤いからさ怖いんだよね、このなんかいるわけじゃないのかな。あ、ジョジョコーラじゃん。あ、ゴミしか釣れないっぽいわ、ぜ、大概が。やめようやめよう。じゃあ行こう。こいつやばい動きしかしない。こいつやばい動きしかしないぞ。これってなんか出んの？なんかたまによくいいものがよく出るってことがある。いいか。なんかたまに装備とかが出ることはあるね。へえ。あ、いるわ。いっぱいいる。体と頭の、この地形がやばいよね。引っかかりすぎて。引っかかっちゃうから。これ魔物だ。いるな。あぶねえ。おるか。出ない。赤いやつだけ一回掘ってていいと思います。近くがいいって言ってたっけ。そう、近くだと結構出やすいことがある。お、オムニジオードだ。何それ。なんかジオードの結構いい版みたいなやつだと思ってた。出ないな。出ないときは出ねえな。そうそうそう、出ないときは出ないですよね。あ、あったあったあった。いない。よし。で、なんだあれ、火か、下のやつは。気をつけてね、近づいたら結構剥がれるから。いっぱいいる、3体いる、3体いる、3体いる。オッケー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 。宝石系いっぱいありますね。上は何もなかった。これダイヤだかアクアマリンじゃない。アクアマリン何もなさそうっすか。ないね。あれ、下の階層のやつもないか。
出ないね。あ、出た。お。あ、魔物討伐です、ここは。キノコで取らない方がいいんかな。食わなければいいから別に取ってもいいんじゃないですか。赤いキノコは食っちゃダメなんですよね。コウモリもあれっすね、これ多分討伐対象っすね。あ、いっぱいいる。あ、デカスライムいるな。一旦デカスライム、一旦こいつ一回、ちっちゃいスライム一旦やりましょう。デカスライムやるか。下にいっぱいいる。強いっていう。食べますもの。あ、え、違う、ちょ引き取りますか。いいえ、知らない、なんで。いや、食べようとして切らせに渡そうとしちゃった。結構遠かったけど。なんか、えと思ったよ今。え、なんか食べられないんだけどと思って。あれか、切らせに渡すってなっちゃったのか今。わかんないけど、まあ。あ、この魔物も狩らないといけないっぽいですね。痛い。え、結構クソダメージ食らったよ。うん、そうっすね。その階層行きましょう。今出たんで。ちょっとゴミさ、今ね、ゴミなやつはね、ちょっと今ゴミ箱に入れてたわ。おやおや、ちょっと今さ、これいらないわっていうやつは。敵。いやー、あれ、火か。結構食らう。エレベーターか。いいか、いいか。今度もんなし。ちょ、キルがいる。わ、なんか出たよ。待って、こいつさ、ここ開けるよ。火、あ、火貫通だ。開けた。火は貫通タイプだ。あ、やばい、引っかかった。ちょっと待って、これ開けよう。やらしい地形のとこに痛い。オッケー、やったマジで。やべえやつだって、なんもないかな、鉱石類。じゃあ下に降りよう。やば、マジ危ねえ、あいつ。きしょいもん。明日のやつあるね。銅鉱石取ろう。敵もいる。やりますか。キーがあるな。出た、気をつけて、ビーム。これ。これってやつは、当たんねえし、これ。え、何これ。あ、鉱石の中にいるっぽいっすね。ふざけんな。あ、すいません、俺、ちょっと回復する、一旦。ちょっとやばい。これ何？埋まってるから。ちょっと待ってね、やばい。いいよ。やつやばい。あれ、敵がなんかね、あれに埋まっててダメージが入っ。あ、これだ。囲われてるからダメージ入んないんだ。ふざけんな。ね、どうしますこれ。背景に殺される。普通に。あ、やばい、キラさん、俺、ちょっとやばいかも、死ぬ可能性大。どうする？戻る？食べる、一旦物を食べる。ちょ、なんでキラさんに渡すの、俺。いや、俺、何もしてないけど。なんで俺、キラさんに渡そうとしてんだよ、これ。わかんない。待って、もう食べよう。結構遠くに手をもらっちゃうんだよね。おお。もうすぐ9時。なんで与えちゃうんだろうな、俺。よし。
し、行きますか。もう行きますか、これも。あ、炎。オッケー、やった。下の階層出た。金だけ掘りたい。なさそう、なんも。大盛りの音。あ、来た。こっちにも大盛りかい。行きますか、下の方。あった？え、下の傘も出てますよ、もうずっと。ほらほら、ここ。あ、ここ仮ゾーンですね。ここで終わりかな、時間的には。ここで終わってもあれっすよ、結構もう1回数行かないと行った意味がなくなってしまう。あー、デカスライムしかいないな。あ、上から排除しますか、一旦。はめ殺しだよ、こういうのは。11時。あ、痛いな。あ、くそ。遅延してる。ゴリッと減る。あいつだけかな、多分。オッケー。あれ、これだけ違うよね。ん、なんか出た。下の道にが現れたって出た。あ、じゃあここにもう下の道じゃなくて上行きましょう。もうないんだけど。え、こっち。逆。どこにいる？こっち。行っていいよ。これさ、上の道行けないから下の道から上に行きましょう。近い。コントローラーめっちゃ引っかかんだよね。防具売ってねえのかな。鎧系とか革鎧でもいいけど。ウサギがいた。あ、だけど待って、もうやばい、30分じゃん。そう、これね。あ、やばい。めっちゃ引っかかるんすよ。キラさんの部屋で寝た方がいい、俺は。キラさん、もう立ち止まるしさ。死ぬ可能性あるからね、もうキラさん。コントローラーはちゃんと、動かないし。あ、もうキラさん、それ、もう死にましたね。そう、だからね、早く帰りたかったんですよ。コントローラーはすぐに曲がれません。え、今の死んだの？部屋の中いたけど。キラさんは死んだよ、もう。俺はキラさんの部屋で寝たもん。いや、ゴミだな、これ。主じゃない人が部屋で寝てるっていう時点でやばいけどな。ね、重いせいか立ち止まるんよ、画面切り替えで。まあ。いや、シビアすぎるよ、このゲーム。まあ。いやっすよ。食べ物がなくなってきたぞ。いきなり。食べ物ない。食べ物みたいな食い物がある。食べ物ないっすか？いや、ちょっと。どれがお安い食べ物かいまいちわからないから、この辺かな。まあこんだけあれ大丈夫かな。
全部取り上がったからさ。お安い食べ物今んとこ他にやることはないのね。そうだね、まだないね。あれだ、ロガさんが通知振り切れるぐらいお金を貯めれば。いやー無理だよねまず。もう月、来月なるもんね。うん、来月じゃねえな、来月なるね。来期なるね、来期。それ行くよ、またダンジョン。ダンジョン行くんだったらいいよ。なんかものすごいやっぱラグいというか重いね。声がもうディスコードがやばかったもんね、始めた時から。さ、犬に水やらなくていいからな、雨で。雨ね。どこの気象を元にしてるんだ。日本じゃないよね、梅雨がないから。秋は雨降りやすいっていうのがちょっとよくわかんないんだよな。なんか秋めちゃくちゃ雨多くないですか、これ。北米なのかな。かな。105層5層。何回まであるんだこれ。いきなり嫌がった。分かんないだけど、なんか結構ありそうっすよね。キラさん目の前のやつ魔物すからね、気をつけてね。あれ？キラさんの赤いやつ。本当だ、ダメージ入った。距離減って減ったわ。ないか。草からは出ないかね。出ないでしょ。あ、出た。あ、この場所はモンスターで埋め尽くされてるって書いてあるから、モンスター排除。いやー、やっぱなんかラグ、コントローラーラグ。こんなラグかったかな、わからないけど、ラグいのは。なんかデバフついてる。デバフ？あ、道が現れたらしいっすよ。行きましょう。俺らも言うなれば攻略海だ。そうっすよ。どこ行ったんすか？道迷いましたか？HP もこれ上がるんすかね。さっきエナジーは上がったけど、ちょっとしか増えなかった。エナジー、あの書いてありません？なんか体力はどんぐらい回復するかとか。持った瞬間に出なかったんで。一応最近釣った魚はね、ほとんど入れてるんですけど。魚釣りイメージ。皆さんコウモリ来てる、どこから。出ないな。こっちだ、俺の方。本当だ、コウモリ来た。ダイって聞こえた、皆さんの方から。ダイじゃない、出ないね。あ、出たわ。ちょっとやばいかな。どこか。あ、それ食ってたんだ。まあそれエナジーを回復するよ、それ。ミディ増えてる。トーンが聞こえる。
これ何の状態上食らったんだろう、これ。弾丸食らったあれ何の状態上食らうんだろうな。本当そこらのゲームよりむずいんだよな、これ。まあ時間も考えてですからね、うん、例えばウィザードリーってところがだいぶやばい。ウィザードリー結構やばい。やばいって言っちゃダメか。いやもうね、でも俺スチームでもう狙ってるけどね。皆さんなんか来てるよ、バット。緑スライムがいる。バットいない。緑スライムっていた？いなかったけど、行ってみますか。星についてます。スライムです。やったやった、金出た。おお、いいじゃないですか。金って金の延べ棒っすか、それとも普通の金っすか。普通の金ですな。もう食べます。北の道あった？いや、だから俺掘ってた。入り口の方があんのかね。モンスターから出ないかな。なかったわ。あ、大森。こっちに来るがよい。痛い痛い痛い。どっかになんか横道あったかな。あ、こっちか。こっち来た方向だよな。いや、来た方向じゃなかった。俺がいるとこが来た道。出ないね。あ、出た出た出た。出た。うん、こっち。線路沿いで来て。おい。線路の方来てもらえれば。ある。あったあった。お、魔物だった。来てんだよな。下はあるね。下はあるね。金属だけ取るか。地味に足場がつく。これ分かりづらいよね、行けるとこと行けないとこが。まあね。当たり判定せめえし。敵がいる。これさ、俺のやつだとさ、うん、なんかね、変くり来るのさ、なんか向きがなんかあるの奥。こんな。ちょっと見えないから掘ってる。なんもなさそうですよ。ないか。いますか、じゃあ。下げ。下道ないよね。下道、いや、さっき下道行って。あったあった。あれ、もう行った？行きました。よいしょ。ああ、ブーツだ。いいブーツだった。独特しい。スペースブーツ。どういうこと？あの、イリジウムで編み込まれているっていう書いてありますね。イリジウム。イリジウム結構いいやつだったっすよね。これいいのか？ん？いいの？あ、いいね。え、いいっすよ。あれ、毒沼じゃないよな。違うっぽいっす、ただ砂っぽいっす。戻って掘るか。バットバット3世いますね。あった。お、そう。もう。入り口ね。もう、コウモリに追われてるから。あ、もう出たじゃん。本当だ。また出たよ。これ、完全にランダムだな。なんもないかな。うん、なんもねえや。ないか。これ地味になんか岩あるし。
起こさないといけないやつか。おかしいでしょ。これでいきますか。ここも掘らなきゃいけないゾーンかな。ん？あ、出た。いきなり。ほら！これさ、ピッキリで壊して。ああ、もう殺すとんど。みんな地形がな、殺してきてんだよな。じゃあもう行きましょうよ、しゃ。次の階層行ったらもう帰りましょう。アクアマリンだ。次の階層出たらもう帰りましょうよ、さすがに。なんかね、ちょっと横にいると当たり判定ないんだよね。ないっすね。うわーお。え、カニ？カニいますよ。下は何もなし。食べ物食べて。魔物もいない感じですね。あ、出た出た出た。あ、エメラルドっすね、多分それ。ないか。で、行きましょう。はい。ちょっと出たから、ここでちょっと掘って。エレベーターか。どうします？もう帰ります？それか、11時なんで。そうね。お前死んだから。そもそもこんな時間まだ俺はいない。こんなあんな安牌な人なのに、ギリの時間まで探検するなんて。今思っちゃったけど、ん？ EMZ で帰りのヘリにまずグレネード投げ込めばいいんじゃねえ。暗殺者が待ってる。ああ。なんかやられたこと。じゃ。寝ます。一時か。戦闘レベル上がった。プラス HP 上がって、ね、スライムエッグ、ん？スライムエッグプレス？なんそれ。ツルハシレベルも上がった。ボム作れるわ、俺。めっちゃ声がジャミってるな。ジャミジャミジャミ。待って、スライムで作れるんだぞ。スライムで作るか。オムニジオード。何それ？ジオードっすね。これはなんじゃろほう。あの、だからあれっすよ。あの、鉱石に、あの、結構珍しい鉱石が入ってるやつっすよ。メガボムって書いてある。怖っ。ボムボムボム。これもう入れないやつか。ああ入れない。ここまでは入れられる。入らないやつ他のとこ入れてていい。入らないやつっていうかキラさんのやつ整理しますよ俺は。うん。結構何気にキラさん。宝石入れてるからな、ここの中に。今危険物入れたから。危険物入れたってどういうこと？何入れたん？あんた。メガボムとか書いて。あ、メガボムか。だからあれっすよ、キラさん、あの前さ、俺さ、やべーっつってさ、ここ爆発大爆発させたじゃん。そう、あれあれ。最悪だったね。果物できてるっぽいよ。果物じゃないっすよ、これナス。ナスっすよ、ナス。ナス。ナスにしちゃ超うまそうだな。全部取っていいっすよ、これも。下の樹液見とこう。あ、オッケーっす。そんな簡単にはなんないんだけど。わかんない。なってた。松屋にか。松屋に。朝から農家してるなーって感じがします。そうそうそう。
なんかもっと大変だよ、だけど出るよ、うちそうだもん。 OK、 全部収めた。花持って、まあ実際かか、まあでもかかしあるか。うん、どういうこと？実際かかしあるかってどういうこと？いや、ないよねって今言おうとしたけど、あったわと。いや、あるあるある。田舎だと結構、あ、だけどかかしってより、あの CD ぶら下げてあることは多いけどね。場所によって違うけどね。うん。あ、食べ物食べ物。白い部位だ。栗の匂いがするって言うとなんかあれっすよね。え、俺はもう栗の匂いがするって言ったらあれしか思う。なんで下行くの？あ、拾ったの。あれだよ。焼き栗の焼酎。あれうまいんだ。今売ってないけどさ、もう。え、売ってないんすか？大人気で、もともと高かったんだけどね。うん。あれ大好きだったんだけど、売ってないっすよ、もう。そんなの？うん、さっき砕いた場所、ネットで見つけてね買ったんだけど、やっぱうまくって、うん、あったわ。なんかあったっけ、え、なんか色は、あ、ん、皆さん、おい、ボム出た、怖いよ。何かに使えるでしょ。敵に投げるってこと？いや違うと思う。鉱石類ぶっ壊し、ちょっと待って、ね、ここのやつぶっ壊してみるね。いいよ。結構な範囲でした。結構な範囲だね。あと出たね、もう。びっくりしたよ。ギリ今当たんなかったぐらいだった。結構な範囲だね。本当に。びっくりしたよ。結構出たら使ってもいいかもね、もう。うん、ただどうせだったらなんかあんだけ広かったら敵の密集してるとこに仕掛けてもいいかも。え、だけどあれ結構遅いからジジジジジジっていうの、うん、なんかさ、うん、鉱石に囲まれた敵のとこがあるじゃん、たまに身動きできないわ。うん、あるね。まあどこでもいいけどね。お、そこ金鉱石のやん。離れなきゃダメっての分かった。金鉱石いっぱいあるやないですか。これ金だったらな。それは本当に金っすよ。このゲームの中の金鉱石っすよ、それ。これ VR で見たらもうすごい。ああ。金だ、さ、金ださ、金だ。そうそう。メニューも変わってくる。なさそう。あ、待って、なにこれ。下ないっすね。ああ、別にいらないやつ来たな。ブーツ出た。戻って掘ってみますよ。うん、俺ここら辺掘ってみますわ。赤いやつだけ掘ってる今。あ、出た。出た。一番奥。ランダムなのかなっていう。ランダムっぽいけどね、結構。結構ランダムくせえけど。上か。さて。あ、なんか黄色いスライムいる。黄色か。あ、これさっき倒した緑スライムか。あ、緑なんだこれ。俺の画面は緑。俺の画面黄色。下行きあった。あった？金鉱石掘りたいな。なんか右上こ、あ、まだ鉱石ある。金だね。金だ金だ。こんだけ金掘ってたらもう一生ゲームできますわ。いや、できるだろう。もう一生。皆さんバット来てない？バット。来てる来てる。やった。ナイスバット。ナイスバットってどういう？
行きます。来てる来てる来てる、もう行こう行こう行こう。あ、ジオージュ出たね。あれ精霊のブーツってなんか出てる、何それ。履物16、向こうが6で防御0か。向こうってなんすか、俺いまいち分かってない。向こうがもしかしたらデバフなのか。あ、出た、出ましたね。食らったわい。金と下はコウモリかな。コウモリだよ、だよ、ないね、別にいいか。下行きますか、じゃあ。へえ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 、ダメージだけ食らったよ。あ、ん、なんか実績ロック解除、最下層って書いてあるわ。え、ここが、あ、鍵ゲットした。なんか骨の鍵を見つけた。なんかの何なのかはわからないが重要そうな感じがする。アイテムを財布に入れた。あ、財布、何かヘビがいますよ。待って、キラさん、ちょっとどけて。取れねえ、取れないか。え、まあいいか。え、じゃあ、来るよ、来るよ、こ鍵ね、ここじゃないだろうし。あ、待って、ここは、これは違う、違うようだ。で、ガーってこれで向こうに行くんだ。120回走 でしたね、全部で。初期ダンジョンはクリア。あ、鍵ってことはさ、あそこは、あの沼、沼じゃねえや、あれなんだっけ、地下道、そう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 、下水道か、下水道の鍵違うか。さすがにギュンターから取ってこいって言われたからな。そこのギュンターの鍵はなんつったっけ。ギュンターはなんて言ってんの。ギュンター何も話聞いてくれない。聞いてくれねえのか。マジでよくわかんねえんだよな、ギュンターが。物騒なもんばっかなんだ。ちょっとどうしてゴミなんか漁ってんの。エネルギーバーが出ました、すいません。どっかに入れられないかな。邪魔だ、邪魔すんな、ボケが。ボケやめなさい。ギュンター、僕のね、午後6時までだったわ。僕の箱がもういっぱいですよ。え、もう一個作っていいっすよ、箱。木あるから。そんなあったな。なんで気づかない。作るんだっけ。え、普通に木持って、木材か。そう、クラフトっていう場所見て、700もあるわ。ない方っすよ、もう。容量がこれ少ないっすよね、なんでも。そうそうそう、何の音、そのポンと音、なん言ったらキリないけど、一番キリないのは2時に即死っていうの。まあしょうがない、しょうがない、もうしょうがないとしか言いようがない。しょうがないで済ませる、あなたの心が広すぎる。しょうがない、しょうがないでしょ、もうしょうがないでしょ、もうそれに関してはもう。言いたいことはいっぱいあるけど。もうしょうがないっていう言葉しかないよ。ちょっとさ、あそこ行ってくるわ、明日。ん？寝たら行ってくるわ、あそこ。あの、ジオード、あの、ぶっ壊しに行ってくるわ。あ、いいよ。今アイテム整理してます。なんか靴いっぱいあんだけど、ブーツあるね。これさ、売れないかな。売れそうなもんだけど。この時間から死を意識してるよ。あ、いや売れないっぽいわ。
出ないんだ。キノコ回収するよ。はい。わ、なにこれ。毒キノコだけなんでこいつ持ってんの。何が怖いんですけど。皆さんのやつ刺さるか。取ってっていう。うん。行くわ。上に装備品があるから。本当にボムあるわ。怖。え、なにこれ。メガボム？なんだろう。うわ。え、キラさん怖いもん持ってんね、あんた。喋ってる間にもう12時になろうとしてるので寝ます。ちょっと待て、俺はってもうまだ眠れない。時間経つの早いよ。まだ僕は眠れないんだ。もう夜型人間死しかないな。だね。2時で死ぬってどんな人類だ。人類はいな。あぶね、赤キノコ食べますかって急に言われたわ。今回音絞りすぎたせいでロガさんがハスキーボイスじゃないと音が拾えないんだよ。マジ？いや、それでいいと思う。今回実験で音絞ってるけど、ただね、その実験してる動画が撮れてない説がある。まあまあまあ、しょうがないっすよ。そうそうそう。なんか。あ、農業がね、レベル8になった。ほうほう。オイルメーカー。お、3600円。いいね。一日が長いんだか短いんだか。短いね。だってあれだよ、1年目って書いてあるけど、これ何年あんだしょ。わかんない。無限？無限っぽい気はするんだけどね。ワンちゃんの水だけは。ペットの水補給器とかないのかね。とりあえずなんか行動を起こすまで寝てよ。ね、なんか止まった今。え、何が今止まったわ今。え、ゲームが？ゲームがじゃない、普通に止まった。本当にただ単に止まった。思考がじゃない。なんかあの今キーが止まってさ、キーが動かんと思って、なんでだと思ったら声も聞こえてなかったっぽい、キラさんに。え、俺の喋ってる声聞こえた？いや、何も言ってこないから、なんかどっか行ったのかあれかな、緊急事態かと思った。あー、よかった。まあ緊急事態だったわ。ちょっとあれ、ジオード俺行ってくるわ、ね、ネットは重いっすよ。あ、キラさんあれジオードのやつ割りに行ってくるわ。あ、暇だからついていくわ。オッケー。あとギュンターのどこにも行きたいから、ギュンターよ。我々もそろそろ下水道に行かないと。そう。下水道行ってあっさり開いたら笑っちゃう。でも鍵もらってないけどな、一切。まあまだなんでしょうね、多分。ボムで脅すか。石畳作ったのもなんか懐かしいよ。ボムで脅すか。ボムで下じゃない。え、ちょっと何これ。あ、これが精霊のブーツか。上はもういらない装備だから。これ向こうって何なんだろうな。とりあえず置いてます。この向こうって何なんだろうな、本当に。移動速度上げてほしいわ。え、移動速度ありますよ。自転車欲しいよね。あー、それ欲しい。あ、ウサギだ、ウサギ、ウサギ。今ここにいたわ。お、なんかやっておりますよ。え、どういうこと？見えた？
何が？もしかしてなんか村長となんか誰かがやってる？もっちゃジャミング入ったけど、あ、来た。え？通り過ぎたよこの人。ここでしょ？あ、俺のイベントかこれ。そう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 、これでしょ？なんかこれでなんか依頼が。聞いてないた。SE を聞いたが。なんで？あ、あれしょ。新牧場って。なんか牧場の名前聞くだけで笑えるってどういうこと？やめてよ。俺のなんだから。野賀さんのおかげでいい感じって言ってるよ。おお。ああ。持ってこいってことだね。うんうんうん。ぜひ手伝いたいよ。ぜひ手伝いたいよ。ロガさんならこう言うと思った。俺ね、それにした。うーむ、うーむって言って。うーむ。え、何これ？え？え、何これ？装置？なんか心温まる住民エピソードで。キラさん？キラさん、キラさん？なんか金が。キラさん？キラさん？どこいるの？キラさん？今はカジヤにいる、カジヤにいる。あのさ。え、どこにいんの？キラさん、今さ。うん。ワンピースの世界いるかもしんない、俺ら。あの、海洋石出た。地図で。え？地図にいないんだが。キラさん、まっすぐ来て、そこ。ああ、いたいたいた。もう悲観野郎がいました。あ、いたいた。見て、キラさん、これ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 。何これ？海洋石。何それ？わかんない。海洋石って書いてあった。これ青かったらブルーウォーターだよ。それだからワンピースよ、ワンピース。キラさん、キュンタのとこ行ってくるよ。なんか掲示板に光ってるな。何これ？だからそれあれっすよ。あのクエストを受けてねってやつっすよ。今の時破って、あ、おっしゃったよ。まあいいや。今の時あったら受けてねって。まあロガさんがどうにかしてくれるでしょ。何しない。いや、鍵ってさ、どうやって受け取んだろ、こいつから。おかしいんだけど、鍵が。こっちって来たっけ？そもそも街歩いてないかな。なんかさ、ドイツ語に話しかければなんかわかるとかかな。何？ないな。これこれ。びっくりした。ユンタのとこ来てみ。結構いろいろあるよ。どこ？あれ、さっきのところ右側に行ってみ、橋渡って。これ、あ、いた。見て、ここはギュンタなの？ギュンタの場所なんだけど、ほら見て、ここ俺が全部納品してるやつ。これ片っ端から今度来た時なくなってる。ある、あるはある、ずっとあるよ、これは。いろいろあんね。やってるなって感じはするよ、このゲームを。だけど、ぶっちゃけこいつどうやったら鍵くれんのかわかんねえんだよな。あった。座れた。いや、めんどくせえ、帰る。もう午後4時だわ。早っ。じゃあ、あそこ行ってみます、もう一回。下水道のところ。どこ？下水道。下水道は痛いと。下水道行ってみますか。これ味方ね、すぐ近くに分かりやすいように、せめて矢印やってくれ。ここの下水道違う。違いますね。鍵がかかってるか。なるほどね。なるほどね。僕たちはいつ
牛とか飼えるようになるんですかね。わかんない。だから、あ、だからあれっすよ、あの頼まないとダメらしいっすね。頼まないとダメっぽいっすね。画面から外れるとまず見えなくてねっていう。もうここの上を見るだけで死の森です。俺はあの森に昔食われた。と食われてた。なんと枝とかに進めないんですよ、このゲーム。帽子屋か。マジで森に食われるからな、この複雑な地形。2時になると即死になる。ザラキよりも高確率の死。あ、ここだね、ほら。かいけんのこれ。鍵がかかってんすよね。ほら、鍵がかかってるって言われて。ほんとだ。だからどうやって鍵をゲットするのかがわかんないんすよね。まだまだ先なのかな。さあ、例えばあれ、ネズミ退治してないっすね、俺ら。ネズミ退治とは、あのほら、あの、 あったね、そんなの。あれもやってみてもいいんじゃないですか、もうそろそろ。どうやんの、中に入ってネズミでも噛む。もうだってちょっと俺らも120階層突破した。そう、だから寝てから、あったね、寝てから明日行ってみましょう。明日行ってみましょう。やっぱありましたね。じゃあ、あそこに入る前におトイレも行かないとね。で、ちょっと気になるのが、あの、うん、ちょっと俺、あの、物改造してきます、ちょっと。いいよ。あの、自分のやつ改造してきます。ベッドに寝といて。うん。よいしょ。ちょっとトイレ行ってきますわ。はーい。俺は また止まるんだよな。なんか朝になって、あれ、はいはい、どこいんの今。ギュンターじゃなくて、あそこ鍛冶屋の目の前に来てるけど、9時オープンだからちょっと待ってる。鍵屋、鍛冶屋、鍛冶屋。あ、鍛冶屋か。鍛冶屋でちょっとあのほら、俺改造したいかなと思って。ほいほいほい。だからちょっと待ってる。あなたさ、ちょっと待って、あなた変なもの受けすぎじゃない？え、あなたちょっと、あなた水生生物の増加とかっていうのやったでしょ、あんた。こっ
ちら辺だったよね、確か。あんま覚えてないけど。鍛冶屋ってこの辺か？違うか。あ、いたよ。ここは鍛冶屋だろ。そうそうそう。数日間待ってくれって言われた。作るのに。で、あそこ行こうぜ。あの、なんだっけ。市民館みたいな場所。なんだっけ。市民館じゃない。公民館みたいなとこでしょ。そうそう、公民館、公民館。どこにあんの？こっちこっちこっち。あれ、上だよね、確かに。忘れたな。なんか上だった記憶があるんだよな。え、なにこれ。あ、ここかな。あ、ここだ、ここだ。ペリカンタウン。出る。何すればいいのかが分からんけど。これか。ん、なんか下にいるな。下になんかいるな。いるいるいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。何何。あ、消えた。何何。何この光ってんの。何これ、読めな。ああ、え、これ解読すんの。無理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 。何でどうやって。え、ネズミ退治って言ってたっけ。ね、どうすんのこれ。市長のパンツじゃないの。草刈り持ってきたりとか。どれだ。なんかさ、だけどクエストであったよね多分。うん、なんだこれ、金庫とかある。ジョディの願い。ここを発展させない限り我々の何は何何なんかいろいろあるよ、装置が。どこ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 、大変だけど僕に何も触れないけどね。ゲットだぜポケモン、うん、この前はなんかさらっと出てきたけど。え、そうそうそう、いっぱいありそうだよね。なんかさっきのさ、そのさっきさ、なんかいるいるいるって言ったのがそれなんだよ。え、何もいないけど。ん？何が触れんだ逆に。ペリカンタウン死んでんだけど。ん？なんかさ、この俺文字見たことあるぞ。この光ってるやつだね、肝は。光ってるやつってどうやって見るの。うん、多分これを解読したらどうのこうのじゃないのか。解読？ここは何もできないのかな。よくなってできるのこれ。あれでしょ、なんかね、ゼルダでね、アイテム持ってたらこういう文字が解読できて読めるようになった。あー、そういう系か。多分ね、あれもね、読めないんだけど、辞典かなんかの本を持ってると見れる。ゴミ箱とかない。なんかさすがに。え、じゃあ何、何かを、何があんのって感じだよ。なんかこの辺をね、狩ればいいのかとか思ったけどね、ダメだった。でも、あんな。俺さ、このさ、キラさん、キラさん、このさ、俺さ、この星マークあるじゃん。うん。これ、俺知ってるんだよ、星マーク。これ。ほら、あの、俺さ、魚とか集めてるじゃん。ああ、はいはいはい。あの星マークに似てるんだよ。ダダダダのあれじゃなくてね。ダダダダーン。わかんないけど、ちょっと。え、どうやればいいのこれ。まあ、なんもなさそうだよね。いろんなイベントが停滞してるんだけど。いや、多分、なんか積んでるとこないよね、さすがに。積んでる。そもそもまだ1年経ってないからね。季節イベントをクリアしてないとか。あ、そういうこと。わかんないけどね、我々ネットの情報を見ていないので。いや、見たくはないんだよな。なんかその、なんかぶっちゃけて言えば、俺これ言うのはね、楽しんでやりたい人間だ。あ、あ、やっぱりいるわ。なになに、俺がいないときに2人だと出ないとか、そういう。精霊いるわ。あ、いました。どっち側、左側。だからさっきの、あの、さっきのここどこにいたの。ここにいたの、さっき。今ここに、これに近づいてたね、多分。シャって。あれ、捕まえればいいのか。
え、網ないぞ、俺。テントピッケルしかないぞ。あ、これか。こっから見るのか。あ、ここ水じゃないよな。え、水？いやいや、上からだろ、普通に考えて。違う違う違う。入り口からじゃない。どういうこと？よく釣り竿持ってきたね、ここに。いや、ずっと持ってた、俺。旅の時に。釣れんの？釣れないよな。釣れないよな、さすがに。これ、なんか地面なのか水なのか、いまいちわかんないんだけど。なんかさ、これさ。とりあえずね、ここのマップ端からね、なんか出ないか見てはいるんだけど。うん。出ないね。俺それまだ見たこともないし。ちょっとさ、出て。こっち来て。こっち来て。所定いるってこと？なんか入って、なんか入って。ほら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 、見て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 。お、いるじゃん。ほら、あいつの。あいつ。初めて見た。なにこれ。なんかだけど、黒クロストケ的な。だから、あいつ腐ってね、色。しゃがむってないよね。ちょっとキラさんで倒して。で、キラさん見てて。キラさん見て、そこで。いるかどうか、ずっと。絶対違うと思う。そんな高度な技を。昔のゲームみたいな。ああ、逃げたね。どういうこと？なんかあるんだろうけど。これは？今んとこここだけか。これ何？全く読めないしな。マジでわかんねえ。やめるか、ここは一旦。そうね。他はないからここだよね、やっぱ。え、それかなんか改築できるとかってあるのかな、なんかが。まあ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 、まだ1年もいない我々には。あ、待って、めっちゃ真っ暗。びっくりした。死を感じましたよ。いや、もうびっくりしちゃう。ここ地形に疎いこんな道、死んじゃうよ。あの街中で死ぬってなんだよ。死に帰れませんでしたって。死しか見えん。あ、キラさん、俺さ、釣りしてくるからさ、次の日。え、何？次の日釣りしてくるからさ。あ、釣りしてくるって？そう。いいよ。あの、キラさんさ、あの、木掘っといて。なんだって？木、下の木。うんとね、木足りなくなってくる。もうジャミングがひどいんだ。夜中みたい。木を取ってきて。下にある木。はいはい。あの、俺らの土地じゃなくて下にある木。うん、え、なんの、え、待って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 。我が情報筋によると、ね、貴殿は今日、公民館を調べ回ったそうだな。どうだ、我が輩の話を聞きたくはないか。我が輩は、森の、ん？森の、魔法使いでしょ、西側にそびえる石の塔を住まいとしている。キリンは悩ます。ネズミについて何か話するかもしれない。行きましょう、じゃあ。あそこでしょ？魔法使いの塔でしょ？うん、行こう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 。どこ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 ？下から行くんじゃなかったっけ？まあ、ゲームって感じがしてきたよ。ようやくか。あんだけ調べました。ブルーベリーもあるわ。なんか引っ落ちてる。そう、待って、なんか謎の横に曲がったんだが。あ、これか。あった。あ、これいけねえんだけど。アイテムが。いけるいける。話しかけたらキラさんも始まんじゃね。そっちか。あ、ポリト。さらっと。じゃあこっちへおいで。なになに、怖い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 。本当だ。
我が輩はラズモディアス。どういうこと？え、どういうことこいつ。魔術師、深淵なる真理の求道者。ん、物質界と霊界の、え、どういうことこいつ。え、魔術師じゃないの。魔術師って書いてある。7つのエレメントを極めしマスター、本物か本物じゃないかって感じ。聖なるちょっと待って、呪文の守る、ね、え、ね、これどういうこと。聖なる呪文の魔も、もう分かっただろう、どういうこと。キモいキモいキモい、分かんない分かんない分かんない。貴殿はロガだな。貴殿がここにやってくることは お前、え、前もって予知していた。キラさん、これさ、多分さ、俺ら公民館一切入んなかったからさ、全然進まなかったんだろうな。さて、貴殿に見せたいものがある。なんだい、その魔法人かい。見よ。おお、え、色違くね。本物だった。え、色違くね。違うね。なんかそれに、なんかかわいそうな声してるよ。俺と同じ存在を前にも見たことがあるのではないか。こやつらは自らをジュニモ、ジュニモと、え、これってスーモみたいな感じ。やばいか、似すぎるからやめなさい。謎に満ちた精霊でな、理由はわからないが、我が輩とは対話してくれるのだ。でしょうね。おわ、なぜこやつらが公民館に住み着いているのかわからぬが、まあ害はない、恐れる必要はないぞ。いや、まず、あ、お、未知の文字について書かれた黄金の巻物を見つけたと。大変興味深い。ちょっと待って、俺行ってみてこよう、すぐ戻る。は、時間、え、おお、え、なんか本物だったの。本物だね、帰ってきたわ。書物を見てきた。難解な文章だったが解読できたぞ。本物だ。僕たちジュニモ、お手伝いが僕たちの喜び、見返りには、谷からの贈り物が欲しいな。あなたが森と生きる人なら、この巻物は本当の姿を明らかにする。意味わからんて。どういうこと？ふむ、森と生きる人か。何を意味しているのだろう。俺らってこと？くんくん、犬かこいつ。そうか、わかったぞ。来るがいい。え、やだ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 。絵面がやべえんだ。我が大鍋にや、森から集めた材、ん？材料を煮立ててあるのだ。シダの、え、こんなのあったか？いや、これレアアイテムでしょ。そうだよな、多分。こけつく、え、ちょっとこんなの見たことないって。キャラメル色のキノコ、あ、キャラメル色のキノコは見たんじゃないか俺ら。あの茶色っぽいようなキノコでしょ。さあ飲み干すがいい。森のエキスを貴殿の体に染み渡す。ねえ、やだって。飲んだ飲んだ。きたねえ、うわー、やだ。結構飲んだな。だって、え、顔、ねえねえ、スライムの、スライムの状態異常食らったって。え、なんか視界が、え、大丈夫だよ、俺ドラクエでもこんなことしてるから。あ、やばい、あ、俺やべえ、あー、摂取してしまった。なんか、あー、やべえ、クラクラする。森が近づいてきます。なんか、あれ、森が動いてる。あれ、大丈夫、いつものロガさんじゃん。なんだこれは、目がクラクラする。クラクラと別ゲみたいです。あ、お、森の魔力を身につけた。あ、今のでね、追い出されたんだけどね。え、追い出されたんだけど俺。本当だ。おい、ババア。あ、ババアじゃねえか、こいつジジイか。あ、なんか、なんもないっぽいわ。
なんかないかこいつ。なんかないか。なんかないか。レアな相手はないかこいつ。お前何してんだ。そこに立ち入って良いのは我が信用した者だけだ。あ？ふざけんじゃねえ。いきますか。これでワープできないのかな。ワープできないっぽいな。じゃあ見に行こうよ。今から？うん。なんかイベントで死にそうな予感がすごいするんだが。こんな、だってさっきのがイベントでしょ、だって。いやいや、ほら、イベント中もこの時間カウントされるじゃん。あれ、同時進行だったら確か大丈夫じゃなかったんだっけ？前それで死にそうになったとかあった。いや、それあれでしょ？皆さん、あれ、夜中の、真夜中のやつでしょ？いやいや、海岸のやつ。そう、だから真夜中の海岸じゃん。ちょっと待って、犬に水あげてないか。え、嘘。おい。ちょっとじゃあ行ってみようよ。行く？うん。5時ぐらいだけど。行ってみますか。待って、物を置いてくるわ、一旦。キラさん最初行ってていいよ。行ってる。多分上だっけ？誰か来た。なんでそう？多分こっちら辺じゃなかったっけ。俺も行くわ今から。あ、こっちか。上の方に行けば大丈夫だよ。玄関で待ってて、ね、入った。あ、入っちゃった。料理始まった。いるね。いや、いるのを確認。 OK。 皆さん、あとさ、2日後にさ、スピリットイブが始まるらしい。何それ、わかんない。なんかだけど、あのセンチメンタルな、スタデューバレーの祭りみたいな感じのだね。いるいる。こういこう、急にって驚かせようぜ。おいおーい。あ、読めるわ。春のバンドルのわさび。あ、集めろってこと。それレアはココナッツ、サボテンフルーツ、洞窟人参、赤キノコ、紫キノコ、アミガサタッケ、松ヤニ、オークの樹脂、メープルシロップ。多いな。俺見れんの？見れないか。ん？皆さん？はいはい。秋のバンドル、これ終わるぞ。どういうこと？秋のバンドル、これ簡単に終わるぞ。どういうこと？ちょっと、ね、俺見えてないんだよ。あ、見てみ。あ、ここに埋めてくってことなの？そうそうそう、多分そうだと思う。え、これあった？あるあるある、家にあったはず。栽培マスターだからか。俺結構いろいろ、いや、あとこれら結構落とし物なんだよ全部。うん。置いてあるものだから。そう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 。あのほら、外に、あの外に落ちてるじゃん、よく。あるね。あれあれあれ。これ二人同時に見れるようにしてほしいよマジで。それはねマジで思う。まあ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 。で、じゃああれだ。二日後のイベントまで進めればロガさんが大いにこのゲームを楽しめるわけだね。わかんないけど、まあ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 。イベントでほら進行止まるよりは。まあそうだね。ちょっとほら、しばらく俺いなくなるからさ。こんな。こんなこと言うなよ。え、いやいや、言ってるでもう。その前にちょっと戻ろうで。戻ろうで。さすがにちょっとやばい。9時だ。ほんとだ。この時間に殺される、まあ言いたいことほんといっぱいあるけど。時間に殺されるのマジでやめてほしいんだけど。だってこっちにさ、なんか入り口ないかい？その、ちょっと試さない方がいいか。やめた方がいいや。だってちょっと喋っただけで30分経ってる。だから俺らね、喋るのね、長いんだよ、多分。あ、これ欲しい、これ欲しい。何？
これ秋のバンドルで使うから。あ、それか。そうそうそう。野生のプラン、ね、下落ちてるやつは俺拾わないから。いや、キラさんも拾って、あのそれで拾って、とりあえず入れときゃいいのか。そう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 。寝ますか。ベース入れとくか。あ、でもこれは秋のやつじゃないのか。で、俺朝起きたらキラさんも一緒に行きましょうよ。どこに？あれ、沖に。ああ、バンドル？そう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 。ああ、今俺言われた。明日はスピリットイブだ。まず午後10時に町に来てくれって。殺す気か。10時って。ヘーゼルナッツ、あとブドウか、これか。で、あとは、うん、スパイスベリー、普通のブドウ、ブラックベリーじゃないな、普通のブドウ、あと花、あ、スイートピー。覚えてんの？夏のバンドルは多分終わったから、夏と秋は終わったね。で、春のバンドルなんだけど、なんだっけな、野わさびと、タンポポ、野わさび、タンポポ、ポロネギ、ラッパ水仙じゃなかったっけ。じゃ持ってこう。行こうってー。行こうでー。多分これで春、夏、秋は多分これで完了かな。冬はまだ迎えてないんだっけ。冬はまだ、ちょっと今、秋だもん。早いものですね、もう1年になりますよ。早いものですな。どこだっけ。うん、そっちかな。どこだ、ここか。これだ。かびれてんな。ペリカンタウンって名前がギリギリなんだけど。ペリカンの住まう町ですかね。秋のバンドルにこれ、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 よし、ギフトセットコンプリート。お、なになに。びっくりした、画面がスライドしたから。なんで？すごい。またで、これ集めろやみたいな。これこれ、お、ギフトセットコンプリート。またなんか、なんか加速度的になんか増えてる。で、ある。え、なんだなんだ。お、ギフトセットコンプリート。なんかどんどんいってるんだけど。終わった。おー、なんかいった。すげえ勢いで走ってんだけど。ん、なんかなんかいますよ。うん、うん、なんかいっぱい増えてる。なんかいっぱい増えてる、本気で。ん？なんだ？ほら、いっぱい増えて、いっぱい増えてる。あ、え、見れんじゃん。言葉がバグってて。ほら。これ。あ、見えないわな。右側にあの、ちっちゃい人がいます、ね。あー！やさー。開いてるやつは終わってんの？キラさん、レアな最終か。キラさん、はいはい。これあれだ、ここね、食料系だ、食料系。ここここ食料バンドルだ。あー、そういうことね。ここ食料バンドルで、あの、いっぱい入れなきゃダメっぽい。あー、なるほどね。ここは加工品バンドルって言うな。バンドルって聞くと課金のあれしか聞こえない。あれ？
キラさん？キクさんか。キラさん？はい。俺、これ、釣ってるわ。開けません。ウォールアイ。あ、ウォールアイはダメだな。他のやつ見とくか。あ、なるほどね。え、これ全部揃えないとダメなんだ。多分ね。なかなかだね。これ何だったの？これ何だったの？これ魚か。掲示板って何これ？うわ、メープルシラップとかトリュフとかか。あー、夜しか釣れないやつとかもいんのか。そう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 。だからウナギは釣ってる。へー。金魚ってどうやってって思う。え？どこにいんの？何が？金魚。金魚が、え、なんか何用とか書いてなかった？だったっけ。料理とかもあるなぁ。あー、まあ行けるとこからかな。これって最終的なあれなのかね。ちょっと待って、キラさん、ちょっとここで待ってて。いいよ。ちょっと待ってね、待って、覚える。え、ちょっと見せて、もう一回見せて。いいよ。見せて。金属のバンダルとかそういうやつでしょ。で、こっちが冒険者のやつで、これだから、で、こっちが、いい気の涙とかそういう系でしょ？よし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 、覚えた。よく覚えられるな。行ってくるわ。え、なんかね、短期的なやつだったら覚えられるんですよ。いや、全然忘れるわ。ちょっと行ってくるわ。いいよ。それだけは結構簡単に終わりそう。ここいるよっつっても時間大丈夫かな？大丈夫大丈夫、今3時3時3時。いや、ほら、やっぱりほら、一緒に、それやっとかないとあれかなと思って、なんかワンちゃん見逃しちゃうやつあるかなと思って。まあまあ、僕が今度来た時には全部揃ってると思ってる。揃ってない揃ってない、絶対揃ってないものがいっぱいあるもん、あれ。いないと。開けた。あとはこれとこれと、あとなんだっけな、あとはイエティのみだと、あとこれだ。あっす、スライムもあったよな、いっぱい。あったあ、スライムと、取れないあと、あとなんだっけ、あ、あれだ、太陽石みたいなのと闇鉱石だ。あれだ。これで取れたのか。よしよしよし。皆さん、今行くよーん。いいよ。操作がいまいちわからなかった。多分そこのバンドルだけ終わるわ。へぇ。でっかい金庫気になるな。なになに？なんかでっかい金庫があるんですよ。金が増えるとかかな。金むしろ入れるんじゃないこれ。キモいな。あの、死んでもドラクエ的な、死んでも金ペナルティなしって。あ、こちらこちら。まず、なんだろうね。はい、クリア。はい、クリア。なんか金庫か、金庫がなった。あ、磁石の指輪ってのゲットした。すごい、ついていけるんだ。え、何やってんのこの人。リフトセットコンプリート。あ、ここに行ってんのね。ついちゃった。あそこにいるんだ。よし、ギフトセットコンプリート。溶鉱炉もらった。いらねえ。まあ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 。あ、お、何これ。
え、なになになに、びっくりした。え、よくないの、僕らは順にも森を守るの。いやいや、うるせえ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 。あ、キラさん後ろにいない、なんかついてってね。キラさん違うと思う、俺が塞いでるだけ。あ、そういうこと。ちゃんとついてったもん、これ。ごめん、お前やめろ。何やってんのこいつ。おい、え、あー、そういうこと。あ、ここにはめるのかな。はい、行かせません。あ、せっちゃ気に染められた。あ、ツイート。え、なんか怒ってね。え、なんか、え、ああ、よかった、キラさんの方に行ったわ。え、ちょっと待って、来てる。え、なにこいつ。え、なにこいつ。え、怖い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 。え、金庫の方になんかついてるわ。うん、今ついた。キラさん、キラさん、バカにしてんな、こいつ。ちょっと見ろよ。金ならあるんじゃない。いや、やめろ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 。やめろ。寄付するって出てるもん。だからやめろやめろやめろ、しなくていい、まだ。あ、結構な。そう、結構ね、額だぞ。金庫だもんね。ふざけてんだろ、この額。寄付するだから別にここに入れるわけじゃないんだ。え、これ寄付したんだって。あ、あ、え？あ、そういうことか。皆さん、バスが使えるようになるっぽい、これが。ここに寄付したら。バス。うん、バス。あ、バスね。うん。まだこの、うん、村か町か分かんないところもまだやってない。あ、ほら、これに、これはさ、川上の石をどけるって書いてあるもん、これ、ご褒美が。全部終わった褒美が。じゃあ何？全部書かれてんのか、これ。あ、ご褒美が？そう。あ、温室の修理だって、これは。下は何だった？橋の修理か。なるほどね。橋が、あの壊れてる橋の先に行けるんだ。これは見たことないな。いろいろあんだろうね、まだ。なるほどね。あれ？夜11時。ロガさんのシステムがダウンしてるみたい。ダウンしてるみたいので、私は家に戻ります。死にたくない。とりあえず12時前には帰ってきたけど、怖いな。もう12時だ。早っ。ワンちゃんも寝てるし。これ移動できないのか。寝よ寝よ。ロガさんは果たして間に合うのでしょうか。応答がない。まだでも2時だから、あと1時間20分、あと1時間10分の余裕があります。ロガさんから応答はありません。1になりました。あと1時間かな。あと50分。あと40分。マップ見れない。あ、見れない。この状態じゃ。あと30分。ねえ、落ちたって。あと20分。落ちた、落ちた、落ちた。あと20分。
ねえもう無理だって。あと10分。ねえ無理だって死ぬんだって死ぬって。何落ちたの？死んだって。そう今。捜査権が失われた。ああ死んだ。シビアだな。亡くなったって街の中で。待ってなんかしてる。イベント。トロッコ？こう動かせるってこと？死んだけど夢じゃなかった。え行こうぜトラック。トラックじゃねえトロッコ。じゃあそのトロッコ行こうぜトロッコ。来ますよ。でもなんかできてるよ。おろうぜ。あれ今日の夜だっけ。今日の夜だっけ。なんか素敵なフィーバーがあるな。待ってメール見ればわかる。これって納品していいやつ。納品していいよ。1000ゴールド奪われたわ。ゴミだな。ナスを食べますか。いえ、なんで食べて言った。ダメダメダメ。あ、それね多分手持ちにしてるからだと思う。カラスを1匹追い払いました。星付きも納品すんの。全部納品しちゃっていいよ。あの星付きじゃないやつは全部あの置いてるから。あの星付きのやつは1個だけもう置いてあるから大丈夫大丈夫大丈夫。うん、じゃあ入れとくか。入れた。やっぱ別にもういらないさ、指輪とかいっぱいあんだけど今。俺星付きの布持ってた。もったいねえから。キラさんに、キラさんのここに置いとこう。いいよ。指輪。キラさんにあげるよその指輪。もらった、さっき。ちょっと水あげたっけ。あげてね。水あげといてん。いきましょう。これファクトリオン並みに死ぬな。いやー落とされたのが結構あのね画面上落ちてないんだけど、なんか操作権がね。あ今日だから行けないんだ。夜の10時まで。上から行こう上から行こう上から行こう。行けんの。上から行けないかな。だからダメかな。マップも見れない。だってここで何しろって言うんだろうな逆に。団長に潜るとか絶対忘れるわ時間。そうだよね。え何時からだったっけ。夜の10時じゃなかったっけ。夜だよね。そう10時。1時間後には死んじゃうんだけど。落ちてるろか。あてかこいつらはもうね拾っていいよキラさん。そうなの。あらもうさっき納品したから。えあ、なんだ、キラさんが止まったからびっくりした、今。なんかいいね、下。今、登ったな、なんか。で、こっからさ、行けないかな？ここから。どんぐらい会場かによるね。行けないよ。え、何これ？行ったっけ？あ、ここ釣りできる場所か。なんかないか、なんもないか。本当にいつも釣り竿持ってんだな。いや、なんか釣れるときはあれでしょ。ここはない。しゅしゅ、何釣れるんだろう。ああ、下はいけない。誰か出てきた。え、キラさんが受けたクエストもあるんだよな、そういえば。何ですか？キラさんがさ、キラさんがさ、川釣りしなきゃいけないやつあるじゃん、クエスト。葉っぱ？川釣り、川釣り。ああ、いけないのか。
キラさん、ブルーギル釣ってこいって言われたでしょ、なんか。ん？キラさん、ブルーギル釣ってこいって言われなかった、誰かに。あー、魚？そう、魚釣ってこいって、キラさん。もうなんか、いけないよ。じゃあ、ちょっと洞窟潜るか。もうなんだかんだって昼超えてるからね。なんじゃ、洞窟一旦潜るか。10時までだよね。10時に。そうそう、あ、てか待って。洞窟はちょっと危険すぎるから。キラさん行ってる行ってる。ねえ、キラさん、ここ押して。ペリカンタウンとバス停まで行ける。あ、さっきのトロッコはこれで移動できるのか。行ったわ。あ、バス停まで来れたわ。鉱山。あ、本当だ、一瞬で来れるわ。え、だから一瞬で来れるよ、これ。いいね。え、めっちゃいいじゃん。なんか急に発展したな。え、うん。もう2時だよ。いや、だったらどっか潜った方がいいでしょ。何回行く？行く機会。何回行く？いや、いいよ、お任せ。じゃあ半分の50階層ぐらいか。え、10階？50階層。 50？ あ、50じゃない、あの銅鉱石欲しいから。あのね、聞こえづらいんだよ、ジャミングが入って。10ね。来た。銅鉱石欲しい。あ、一発死ですね。さすが、この辺は。あの、銅鉱石欲しいんで。そうね。あ？ないのか、これ。なんだ？あの、岩。岩を崩さないと。はい。今、飛んでこなかった。うん、そう、だからびっくりした今。あ、銅鉱石あったね。取っていいよ。あ、下まで行ける階層できた。ほっとく？いや、ほら、銅鉱石がいるから。あった。あ、ここにもあるわ。あるか。いますね。え、どういう当たり判定だ。がっつり捉えたと思ったんだけど。終わった。石はないかな。1個取ったけど。うん。あ、出たね。ここからじゃ切れないんだよね。下に1個あった。虫いっぱいいるわ。例えば、この虫の音嫌いなんだよな、俺。まあ、確かにね。ここに一応ね、あれは出てるよ、もう。下の階層に行くやつは出てる。いますか？あ、銅鉱石あった。で、掘って。皆さん、
多分魔物してませんかそれ。いる。今グググググググっていう。おった。で行きましょう。下の方。地味に塞がってんだかこれ。虫も即死っすね。あ、モンスタースレイヤーのなんかやったっぽい。落ちてるからね。なんもない。なんかマーロンはすごい喜んでるって言われた。あ、出た。さあ、マーロンのとこ行ってきていい？行きます？もうちょっと一応上に出てこう。あ、戻る？うん。あの冒険者ギルド寄っていい？冒険者ギルドやってんのかな？やってたわ。ラララララ。あ、マグマの刀ってのあるわ。いきなりなんかラスボスクラスだ。普通のスローライフでマグマの刀はね。なんか、ん？どういうこと？なんか話、誰？あ、こいつか。皆さん、はい、すごい変わった武器ゲットした。あのちょっとぶつ切りだったけど、あと50分。見てこれ。何それ？あら、おもちゃみたいなやつ。はい。こうおはごって何？武器だ。なんか武器らしい。なんか俺あれクリアしたっぽいクエスト。あ、そっか、これでやんのか。あの洞窟昆虫。え、どこにあるの？っていうかもう約束の時間じゃん。あ、じゃあ行こう行こう行こう。どこだっけ。え、あれあれで行こう。あれ洞窟の中から行こう。そう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 。ペリカンタウンってない？他のプレイを待ってます。えい、こんにちは、ロガ。有意義な秋は過ごせた？そんな、マニーおばちゃん。あたしも、迷路に行きたい。怖くなんかないもん。迷路ってどういうこと？あ、キラさん、レアなかかしあるけど、5000円かかるわ。俺かもしかして。うわぁ、見せ物がえげつないんだが。何が？どこ？おぉ、なにこれ、500くせよ。俺こいつ討伐したことあるわ。あれが鍛えたイリジウム製のメイスがあれば、こういう連中はすぐ片付け、片付けさ、メイス。お化け屋敷が怖い。まあハロウィン、ハロウィン、ハロウィンなんだ。リアルハロウィンすぎて。あまり檻に近づくなよ。俺だったら大丈夫だよ。でもめちゃくちゃ活かしてる。これはなんか持ってきた方が良かった感じのやつ？いやー、ねえねえ、迷路ってどこにあんの？多分上。え？これか？どこ？すげえな。迷路？あ、これか。ちょっと行ってみるわ。これジャックオーランタンけど、これ取れないのかな。取れないっぽいな。人がいるじゃん。てか俺らさ、ズルだけどね、これ一応言うけど。だって上から見下ろせんだから。いるわ。え、武器持てないんだが。え、なんか食らわないよ別に。何あれ。あ、テレビ、あれテレビ。テレビ？なんか怪しげな場所があるな。でもあそこどうやってなんちゃらかんちゃら。本当に街のあれかよ。無理も進めない。大きな雲がいる。雲本当にいるわ。宝箱がある。ちょっと待って、なんだこれ。ハテナのやつだな。たくさんすぎて。ん？なんかあるな。これなんかあるぞ。
変だな、この先って行き止まりだよな。町のイベントじゃない。どこに宝箱あった？なんか外側から行くっぽい。あ、じゃあ外側行ってこよう。何このクエスチョンマーク。あー、なるほどね。なんもなかったよ。なるほどね。え、ひやさん、あった？え、これどうやって行ったの？外側って。ドラクエ、ドラクエ。外側ってどう行ったの？クエスチョンマーク。あ、クエスチョンマークから行けた？嘘、クエスチョンマークから行けた？え、触ったけど何もなかったよ、俺。ドラクエですよ、ドラクエ。ドラクエ？そういうこと。あー、そういうことだったね。すり抜け、すり抜け。あ、すり抜けっていう話か。そうそう。まあ、インスパイアしてるよねって感じ。なんか。ゴールデンパンプキンだって。そうそう。これは何なの？高く売れるが他に使い道はないだろう。あ、じゃあキラさん、キラさん売ろう。いいよ。納品しよう、納品。でパンプキン。キラさん、キラさん、ここ見た？キラさん、俺がさ、今明かり照らしてるからさ、あの、あそこ来て。え、行く行く。あの、お墓の場所来て、お墓。お墓っぽい、ぽいようなとこない？あれ？まさか。なんか一番左側。ん？どこ？左側にお墓ない？左側？多分キラさんが今いる場所が一番右。ちょっとね、声もね、回線のせいで全然聞こえなくなってるんだよね、今。あ、そこ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 、そこの近く。はい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 。お墓来てよ。お墓の一番右行って。お墓の一番右。お墓から右？そう、お墓の右、お墓の右、一番右。お墓の中入って、お墓の中。右行って、右行って。あれ、右、右、そう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 。一応右ってさ、なんかさ、俺ここにいんのね、今右上、あのキラさんの真上に。全然聞こえないですよ。真上にいるんすよ、俺。え、わからない。あのライト光ってない？ほら、こうなんか光が動いてない？ある。ここにさ、見てよ、魔術師いない？全然聞こえないけど。魔術師いない？魔術師いない。え、俺のどころ、この光ってる場所。ほら、この光わかるでしょ、歩いてる。光ってるけど特にない。え、ない？上に魔術師ない？ない。あー、見えないんだ。多分違うのかも。あと、ロガさんの声が全く聞こえない。配線ダメかも。もうダメなんじゃね？今日はね、祝日ですから、回線がね、これ何すればいいの？良くないんですよ、すごく。これ何すればいいの、あと。これ夜よりひどいですね、今。これって何すればいい時間？いや、もういいんじゃない、戻って。これを楽しむだけだったってこと？すごい、マジで何も聞こえない。今までで多分一番ひどいぐらい。OBS がなんか止まってるっぽいんだよな、マジで。録画できてないんでしょうね。とりあえず全員を話したと思うけど、でも2回話してないから。アリエールだ。骸骨には話せないのか。とりあえず全員もう話せ。全員じゃなかった。2回がありやがった。多分これで全員かな。
2回あった。意外に2回は多い。これ自分の周り明るくなるがなかったらすげえ暗いんだろうな。キラさん外してみんよ、だって指輪。嫌ですよ。これ外した見てよ、ほら暗いよ、めっちゃ。ジャックオーランタンのレシピってある？2000円でそれ。結構するな。いきますか。オッケー。え、話すなくていいの？え、全然話せよ俺。なんもないんだこれ。なんもなかったよ俺。いや、なんかここに話したらイベントあるのかと思って。え、なんもないぞほら。ないか。いや、ほらホストじゃないと進行しないからさ。あ、そういうこと？そうそう。だけど、なんもないなら帰りますか。なんもないんだよな。ここだけ麦と麦わらのあれだな。ああ、キラさん、あのパンプキンちょっと収めて。収めてってもう死にますけど。え、大丈夫よ、まだパンプキン収めるの？そう、だってこれなんか使い、あの高く売れるが他に使い道はないようだって書いてあるから。ここで売るんだ。俺ここで売ろうかなと思って。本当だ、入れられた。寝ようぜ。いつくりだ。小川さんの最強武器取ったまんまだけど。最強武器って？なんかいろいろ。あか。パンプキン2500円なんだけど。すげえな。え、高っ。意外と高っ。これってでも秋のイベント終わったから進めてもいいの？うん、秋のイベント、あと、あれだよ。あそこ行きたい。あの、鍛冶屋。あ、なんか言ってたね。鍛冶屋空いてねえんだよな。小川さんの無敵武器、ここ入れといた。何、無敵武器って。え、さっきもらったやつ。ん？なんか開けたっけ？え、見てみって言ったやつ。俺が持ってる。あー！なんかペンチみたいなの。あれ、あれか。あー、あー。別にいらねーって感じ。なんかチェリーボム俺もらってる。なんか落ちてるし。そろそろ閉めますか。今日ぐらいで閉めるか。一旦あれっすね、今日寝てかな、今日の。そう、なんだかんだでね、カウント的には3時間超えてるから。うん、3時間14分はなってるね今。いや、時間は決まってるのか。ここ入れないんだよな。9時なんだよな、オープンが。釣りでもしよっか。いろいろあるね。釣りますか。こんなとこもなかなか来ないからね。今、鍛冶屋の時間暇つぶしに釣りしてるわ。あ、鮭釣れた。お母さん、これ確認してた？何の？お母さん、ここ今久しぶりに浜辺に来たんだけど、うん、網の中に貝が捕まってたよ。見てない全然。だって海行ってねえもん。来たのロガさんだっけ？そう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 。これいっぱい仕掛けたらいっぱい取れるんじゃない、もしかして？だと思うよ。知らんかった。 まず来ないもんな、こっち来ないね。ここそこそこ 木の樹液みたいに仕掛けて取りに来た方がいいかも。あーね。うん。皆さんさ、おいおい、ちょっと来てくんない？ちょっと待ったっけ、待って、今ムール貝取ってた。あ、違う、あそこに来といて。あの一応あそこ。
どこ？何？鍛冶屋。鍛冶屋か。今行ってる。鍛冶屋ってどこだっけな。鍛冶屋はね、右だね。こっちか。これか。めっちゃ金減ってた。なんでかっていうと今鶴橋、あ、そうだ。なんかやったな。いや、ジオードをさやりたかったんだよ。ジオード割ろうと思ってさ来たんだけどさ、あ、そうだ。ちょっとさあそこ、お、いい子いい子。ちょっとさやりたいことがある。できるかどうかわからんけど。今一応斧を強化した。銅の。なんだ？しょげてねこいつ。大丈夫か？こんにちは。うん、今日の天気は興味深いと思わない？こんだけ？らしい。なんかしょげてないだけど。だからでもいいか。なんでこんなとこに木があんの？わかんないな。これ取ろうと思ったけど取れなかった。なんもないかした。なんもないか。斧強化したからさ取れないかな、うん、こういう木たち。おお。取れないです。あ、ダメなんだ。ダメっぽい。まださらなるあれか。あ、これはできるわ。いいんじゃねえか。これはいけるわ。うちの周りも開拓してくれ。そうそうそう、だからする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 今。いいね。いいじゃん。これはできんのか。いいね、土地が広がる。そう、土地が広がるよ。そうか、もうあと何日かで来月になるからここ枯れちゃうんだ。皆さんこれ取ってくんない？めちゃくちゃあるけど。この古代の種取って。今物がいっぱいすぎて持てなかった。あ、堆肥って何かに使ったっけ？キノコも見ますわ。キノコって何日間でなってんだろうね。わかんないけど、とりあえずなってるから取った。うん。ちょっと耳良い音が聞こえるわ。久しぶりに掘ったわ。よし。丸太はダメなんだ。なんかね、そこの木取れないんだよね。なんかでっかい。同じぐらいだろこれと。あと岩ですね。岩はね、今ね、ピッケル改造してるのよ今。おお。ピッケル今だからこれを壊せると思うんだよね、次のピッケルだと。やっとだね。やっと。結構長かった。丸太を破壊できるってどういうことやねんって感じだけどな、これら。丸太折り、折りハルコン製。折りハルコン製か。パキーンって、そりゃそうだ。パキーン。待って、だいぶすっきりしたかな。あのね、今日は別に何もないんだ。すごいなくなる。エネルギーが。エネルギーが。あれでしょ、久しぶりに多分俺行動したんだと思う。え、これ水あげられてる？あ、水あげられてるな。今野菜あげられてるかこれと思って今。魚魚魚
ちくわちくわちくわ。ちょっとやばかったかと思ってレッドカード出そうと思って。なになに。そんな？後で言いますよ。今俺が言ったらレッドカードじゃないか俺が。いやいや分からんよ。普段のロガさんだから別にふんふんって聞いてたけど放送中だった。なんでここだけ煙出てて俺んとこ煙出てねえの。え、だからキラさんのとこ煙出ますって。ほら、あ、つけられんのこれ。ほらキラさん外出て、外出て。ほら、なんで消してたんだよお前は。意外キラさんじゃん、消してたの。そもそも移動してねっつんの。俺はつけてたよ。待って、そういえばキラさんの家どんな感じだっけ。あー、なんか微妙な立ち位置だね。おう、何切ってんだよ。魚ヨード置いてこよ。さすがに邪魔だ。なんだなんだ、おい、人の家漁ってたな。え、いや犬と遊んでただけ。犬外にいたわ。ずっと外にいたわ。まあ、言うとこか。じゃあアンモナイトって何やってんの。薪は足りてるかな。おい、ふざけんな。ふざけんなって。なんだこれ、なんだこれは。俺んち結構豪華だな。おい下のもの盗んできやがった。操作がいまいちわかんない。どんどん盗んでくんだよ。あ、俺入れないんだけど。え、置けないし。え、これどうにもなんないの。外には置けないよ。外に置けない、家の中しか置けないよ。噛んだまま離さなかった。ねえ、てか俺の人形消えたんだけど。俺のでっかいデニから離れないんだよ。俺のテディベアが消えた。てかあなたこれやり方は分かった。なるほどね。おい、寝るなよ。下のところで寝るなよ。鍵つけられない。鍵つけられないよ。明日はね、一日中晴れらしいよ。いろいろあるじゃねえかよ。これね、この絵持ってっていいよ。あ、取れた。やつに貼ってあげる。取れたけど、置けないんだけど。え、俺が取ったんだよ。あ、なんだ、びっくりした。やつの部屋貼ってあげるよ。ほい。貼った。貼っといたよ、やつの部屋。むしろここでいいよ。なんでだよ。なんでだよ、キラーさんの部屋あるだろ。こっちでいいや。なんでやねん。ベッド持ってこいって。じゃあこの家に鍵つけられない。鍵つけられないよ。ワンワンは中に入るのかな。なんかね、入ってたりする時もあるし。いる。どうやってあそこ行ったんだ。知らない、どうやって行ったんだ俺。まあ机の下歩いてた。
あ、つけんしょ、そこ歩いていけるか。犬だから。おめえ、何、ね、間違ってないですか、家。家間違わなかったっすか、今。明日、鍵買ってこよう。ああ。あ、ちょっと待って、ね、あの、寝る前にちょっと物さ、整理するか。さすがに。死亡フラグが立った。さすがに物。まあいいや、こんぐらいでいいかな。あ、いいよ。これはいいや。ここでさ、ここが最後のセーブでしょ？いや、違う、俺のね、俺の荷物ってことね。うん。俺セーブいいよ、もう。いじったから。はい、寝まーす。なんかレベルアップしたな。お、いいじゃん。何だった？なんか、釜がレベルアップとか言って。雪？あ、雪だ。雪の野菜ってあんの？待って、枯れてね。まあ野菜買うよ、後で。枯れるどころじゃなくて跡形もないけど。まあまた買うからいいわね。じゃあ、終わりにしますか。ここら辺で。ここで。もうね、すごい。ごめんね、声聞こえないんだ。じゃあ、ここに来てください、ここに。よし。ここでは、ご視聴いただきありがとうございました。YouTube、Twitter、フォロー、コメント、あと高評価、お願いします。お願いします。キラさんの方の、わらしにがりにゅざんのチャンネル登録もお願いします。聞こえない。では、皆様、また見てください。バイバイ。はい。聞こえね。お疲れ様です。